これより会議を開きます。日本国憲法および日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に憲法保障をめぐる諸問題、立憲主義、改正の限界および制定経緯、並びに違憲立法審査のあり方について調査を進めます。この際 参考人執行要求にに関すする件についいてお諮りいたします本件調査のため、本日、参考人として、早稲田大学法学学術院教授、長谷部康夫君、慶応技術大学名誉教授、弁護士、小林節君、及び早稲田大学政治経済学,院学術院教授、笹田英二君、 の出席を求めご意見を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。<laughs> この際参考人各位に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご対応中にもかかわらずご出席をいただき誠にありがとうございました。 参考人それぞれのお立場から忌憚のないご意見をお述べいただき調査の参考にいたしたいと存じます本日の議事の順序について申し上げますまず長谷部参考人小林参考人笹田参考人の順にそれぞれ20分以内でご意見をお述べいただきその後委員からの質疑に対しお答え願いたいと存じます なお発言する際はその都度会長の許可を得ることになっておりますまた参考人は委員に対し質疑することはできないことになっておりますのであらかじめご承知おき願いたいと存じますご発言は着席のままでお願いいたしますそれではまず長谷部参考人お願いいたします長谷部参考人 本日はこのような形で発言の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。本日は主に立憲主義についてお話を申し上げようと思います。立憲主義という言葉はあはいろいろな意味で用いられますが、大きく広い意味と狭い意味を区別することができます。広い意味の立憲主義これは 政治権力を何らかの形で制限する考え方、これを広く指して用います。例えば、中世のヨーロッパにも立憲主義があったと、そう言われるときには、この意味で立憲主義という言葉が使われております。中世のヨーロッパでは、当時の支配的な宗教であり、世界観であるキリスト教に基づきまして、 何が正しい生き方かがあらゆる人にとって決まっておりました。為政者についても当然、政治権力の正しい行使の仕方が決まっています。そしてそれに違反をすれば、教会を破門され、進化の服従義務は解かれる、そうしたリスクにさらされておりました。また、ローマ教皇についても、彼が異端の思想に染まったときは、 全クリスチャンの代表からなる公会議によって、あるいはさらに公会議を代表する数期教会議によって、教皇がその地位を追われる、それもあり得ると考えられておりましたし、実際、コンスタンツの公会議におきましては、教会を分裂させた3人の教皇を廃位いたしまして、新たな教皇を選出しております。 キリスト教という一元的な思想、そして世界観に基づいて政治権力も制限されていたわけです。他方現在、日本を含めた先進諸国で共通に立憲主義として理解されておりますのは狭い意味の立憲主義です。これは近代立憲主義とも言われ、近代初めのヨーロッパで確立した考え方です。当時のヨーロッパは、一方では宗教改革後の激烈な宗派間の対立を経験し、 他方では大航海時代でもありましたために、世界各地で多様な暮らしぶりや考え方に出会った経験から、人にとっての生き方や世界の意味付け方、これはただ一つには決まっていない、多様な相互に両立しえない価値観、世界観があるのだと、そのことを事実として認めざるを得ない状況に置かれておりました。宗派間の対立を取ってみますと、プロステスタントにしろ、カトリックにしろ、 それを信仰する人にとっては、自分にとっての正しい生き方、世界の正しい見つけ方を教えてくれる大事なかけがえのないものであります。まあ、そうである以上、自分だけではなく、他の人もすべて信じて叱るべきだと考えるのが、人としての自然の傾向でありますが、ただ、その自然の傾向のままに、各自にとっての正しい信仰を他の人に押し付けを押し付けようとしますと。 そうすると、ここに深刻な対立が起こります。まあ、現在でも世界の各地におきまして、何が正しい信仰であるか、それがもとになって、大変に激しい紛争が起こっていることはご承知のとおりであります。まあ、これに対しまして、近代立憲主義は、価値観や世界観は人によってさまざまである、これを正面から認めるべきだと、そういう認識から出発をいたします。多様な価値観観世界観についていいててずれががより正ししかを議論しても意味が あありりまません客観的にに比較すするももがそもそもそこにはないからでありますむしろどのような世界観人生観を持つ人であろうと人間らしい平和な、えー、社会生活を送ることができるようにするためにはどのような社会のあり方それを基本とすべきかそれをまず考えるべきだということになります、えー、ホッブズロックルソーカントといった近代立憲主義の基礎を築いた政治思想家たちはいずれもこの問題 に回答しようとした人たちであります近代立憲主義はそうした社会生活の基本的な枠組みといたしまして公と私とを区分することを提案します私の領域におきましては各自がそれぞれ自分が正しいと思う世界観に従って生きる自由が保障されます志を同じくする仲間や家族と生きる自由も保障されます他方で 社会全体の共通の利益に関わる公の領域におきましては、各人が抱いている世界観はひとまず脇に置いて、どのような世界観を抱いている人であっても、人間らしい社会生活の便宜を享受するためには何が必要なのか、各自がどのようにコストを負担すれば公平な負担と言えるのか、それを落ち着いて理性的に話し合い、決定をしていく必要がございます。日本国憲法もそうですが、 近代立憲主義に立脚する国々の憲法、これは基本権、憲法上の権利を保障する条項を定めていることが普通です。それらは一方では、私の領域におきまして、それぞれの人が、自らの信ずる宗教法事、各自が正しいと考えることを表現をし、プライバシーの守られる空間で、自らの財産を使いながら生きる自由を保障します。 自由な私の領域を確保するためのさまざまな権利が保障されております。他方で報道の自由、取材の自由、結社の自由、参政権と主に公の領域におきまして、社会全体の利益を効果的に実現するために何が必要か、それを理性的に審議し、決定するために保障されているさまざまな権利もあります。そうした権利に支えられた 民主政治の具体のプロセスについて定める統治機構に関する規定も、これももちろん備えられております。こうした近代立憲主義に立脚する憲法、これは通常の法律に比べますと変更することが難しくなっていること、つまり公正憲法であることが、これまた通常でございます。今述べました基本的人権を保障する諸条項、民主政治の根幹に関わる規定、これは 政治の世界におきまして、選挙のたびに起こりうる多数派、少数派の変展や、たまたま政府のトップである政治家の方がどのような考え方をするか、そういったものとは切り離されるべきだから、つまりその社会のすべてのメンバーが中長期的に守っていくべき基本原則だからというのがその理由であります。また、憲法の改正が難しくなっている背景には、 人間の判断力に関するあるるああ種悲観的な見方があると言ってもよろしいでありましょう人間というのはとかく感情や短期的な利害にとらわれがちでそのために中長期的に見た時には合理的とは言い難い自分たちの利益に反する判断を下すことがままありますですから国の根本原理を変えようという時は 本当にそれが将来生まれてくる世代も含めまして我々の利益に本当につながるのか国民全体を巻き込んで改めて議論し考えるべきだということになりますそれを可能とするために憲法の改正は難しくなっておりますさらに改正を難しくするだけではなく国政の実際においても憲法の内容が遵守され具体化されていくよう多くの国々では 違憲審査制度が定められております近代立憲主義の内容とされる基本的人権の保障そして民主的な政治運営は時に普遍的な理念普遍的な価値だと言われることがありますここでここで普遍的というのがあの世界のすべての国が大昔から現在に至るまですべてこの近代立憲主義の理念に沿って運営されてきた そういう意味であれば、これは正しい言い方ではございません。実際には、現在でさえ、こうした理念にのっとって国政が運営されているとは言い難い国は少なからずございます。また、日本も第二次世界大戦の終結に至るまでは、この近代立憲主義に基づく国家とは言い難い国でありました。さらににに民主主義について申しまますと19世紀に至るまでは 民主主義はマイナスのシンボルではあっても、プラスのイメージで捉えられることはまずなかったと言ってよろしいでありましょう。それでも現在では、基本的人権の保障や民主的な政治運営は普遍的に受け入れられるべきものとされております。ただ問題は、憲法点の中に基本的人権を保障する条項、民主的な政治制度を定める条項が含まれているか否か。 それれには限られておりませんこれらの条項の前提となる認識つまりこの世には人としての正しい生き方あるいは世界の意味や宇宙の意味について相互に両立しえない多様な立場があるということを認め異なる立場に立つ人々を公平に扱う用意があるかそれこそが実は普遍的な理念に忠実であるか否かを決しているということができます。 えー、そして近代立憲主義の理念に忠実であろうとする限り、たとえ憲法改正の手続きを経たとしても、この理念に反する憲法の改正を行うことは許されない、えー、つまり改正には限界があるということになります。ただ、近代立憲主義の理念に立脚する国々も、各国固有の理念や制度を、これを憲法によって保障していることがあります。えー、日本の場合で言えば 天皇制や徹底した平和主義がこれにあたるでありましょう、えー、こうしたそれぞれの国の固有の理念や制度もこれもその時々の政治的多数派少数派の移り変わりによっては動かすべきではないからこそ憲法に書き込まれているということになります、えー、もっともこれら国によって異なる理念や制度は普遍的な近代立憲主義の理念と両立しうる範囲内 にとどままっている必要がありますえつまり特定の人生観や宇宙観を押し付けるようなことは近代立憲主義のとでは憲法に基づいても認められないということになります。憲法を保障するという言葉もいろいろな意味で使われることがございますが現在の日本で申しますとえ価値観や世界観これは人によってさまざまであるえ。しかしそうした違いにもかかわらず お互いの立場に寛容な人間らしい暮らしのできる、公平な社会生活を営もうとする、そうした近代立憲主義の理念を守るということ、そして憲法に書き込まれた日本固有の理念や制度を守り続ける、それが憲法を保障することのまずは出発点だということになるでありましょう。 以上誠に雑駁な話でございますが、ああ以上で立憲主義に関する私の説明を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。<拍手 S 1> ありがとうございました。次に小林参考人お願いいたします。あの私はあのこのレジュメを目で追いながら。語らせていただきます。あの立憲主義の歴史につきましては。先ほど長谷部教授が。 おっしゃったところで尽きていると思いますが、現代において、県政実務を考えるとき、結論をはっきり申し上げますと、えー、立憲主義というのは、権力者の死意ではなく、法に従って権力が行使されるべきであるという政治原則で、これはあの先ほどの話の中にもありましたけれども、人間の本質が、あの 神ののごととき完璧ななものではないというこれはもう紛れもない事実認識でありまして、これを前提とするものでありまして、改めて申し上げておきたいことは、立憲主義というのは、歴史が流れてきたこの現代においては、選択の対象ではない、取る、取らないを議論するものではなくて、これはあの所有の前提であるということを申し上げておきます。 それで,であるからこそ、この憲法が現実との間でそこが生じてはいけないし、生じたらそれをどうやって予防、強制するかという憲法保障という話になってくるわけでありまして、で具体的にはあの日本国憲法の中に、まず当たり前のことでありますが、最高法規であるということの宣言、まあ、これがないとすべて始まりませんので、まずこの確認、そして、 権力はは我々一般民間人が担うものではなくて国家という法人格は、えー、肉体がありませんので約束ごとの権力主体でありますから結局は国家の名で行動しうる資格を持った自然人つまり生身の人間が権力を帯びた瞬間から権力者になるわけでありましてそれはあの政治家のような最高権力者から町の役場の あの職員ままで全てでてありますつまり、公務員の憲法尊重用義務を明記するということが次の順番であります、それからあの憲法保障というと、違憲・立法審査権の話すぐになるんですが、それだけではなくて、三権分立もまさに憲法保障でありまして、国会は立法権を持っているが、立法権以外のものを行使してはならない。だから 国会が裁判所の真似事をして叱られたこともありますし、それから内閣は行政府であって立法府でありませんから、内閣は立法権ありませんし、それから外交に関しても、交渉担当の内閣とそれに対して拒否承認権を持つ国会と役割分担の中でチェックスバランスが図られるわけで,で。さらに 国会の中に目を転ずれば、院制というのも国会内権力分立でありまして、つまり非効率を当然としながら、その非効率の中で正しさを図っていく、もちろん正しさというのは、先ほどの話にもありましたけれども、すべての人と正しさは違うわけですから、すべての人が等価値となれば、とりあえず一定人気は多数決に従って、 そしてまた、トライアスサンでエラーズでやり直していく。こういう非道率の中で正しさを担保していく。と、国会と内閣の関係も議員内閣総、これも権力分立の一側面で。で、やはり一番期待されるのが司法審査でありますが、ただ、ご存じのとおり、日本はアメリカ型の、いわゆる司法型を取っておりますので、具体的な事件にならない限り裁判所は、 憲法問題を扱ってくれませんですから、例えば、えー、今問題になっている新安保法制でもです、ね、あれ、憲法違反だと訴えて、退けられた人がいるんですが、それは当たり前の話でありまして、例えばこういうことですよね、海外派兵を加齢された部隊の隊員が出発の朝に逃げ出して懲戒処分を受ける、そしたらその懲戒処分が、あの 違法無効である、なぜならばその前提となる法制度および、海外派遣命令が憲法違反であるから、こういう議論を4、5年かけてやるわけですよね、これはやっぱり当事者の負担を考えてみても、なかなかこういうことは起きようがない、ですから意外と司法審査というのは、あのなんていうか、最後に抜く刀ではあるけど、簡単には抜けないということは逆に言えば、床の間の刀であるわけでありまして、他の憲法保障が重要になってくるわけであります。 でよくそのドイツ型のまだ事件化していないときに訴え出れることをよく議論するんですけれども、それまた詰まるところ、そうすると国会内の少数派がいちいちそれをチャレンジして、国が動,くな動かなくなっても困るので、国会議員3分の1とか、内閣自体が原告になるとか、そういう出走資格を制限することしか方法はないわけでありまして。 これまたやはりあの決して完璧なものはないわけであります、それで、これも意外と思われるかもしれません、改正手続きが存在すること自体は憲法保障であるということを申し上げておきます、つまり、不完全な人間が歴史の曲がり方で、半ば一種興奮した中で,で、ジョージ・ワシントンに言わせると、あまり時間をかけずに憲法というを作らないと、どちらかとまとま,とまらない。 ということは、今の日本国憲法の中にもあの誤字脱字はございますし、それから当時予想し得ていなかった事態に直面しておりますし、ですから、憲法改正の道を残しておかないと、憲法は破壊されるしかなくなってしまうんですね。だから、改正手続きの存在も憲法を生かしていく手段であるということは、お気づきいただきたいと思います。ただし だからといって、法律のとくあの相対多数決でくるくる変わってしまうのであれば、権力、政権を持っているということは常に国会,国会内相対多数決を持っているわけですから、その方たちが一番憲法に縛られる立場でありますから、それだけに一番不愉快に思っておられるでしょうから、その方たちが簡単に改憲を発議できるようでは憲法ではなくなってしまうわけでありますから、先ほど長谷部教授の話にもあったように、憲法は憲法である以上、公正。 硬いあの削りにくいように作られて当たり前であります。で、改正権の限界でございますが、えー、私は簡単に論理的限界と価値的限界と分けておきます。論理的限界というのは、憲法というのは理論的には憲法制定権力によって作られるものですから、改正権力はいわば、 制定権力と比べると親子この件、親と子の関係にありまして、この権利で親の権利の領域に踏むことは踏み込むことはできないだろうという論理展開であります。ですから、憲法改正権力ごときもので、憲法制定権力を動かす主権を動かすとかね。そういうようなことはそもそもできないということであります。それから、貸し的限界というのは、やはり人類は歴史の中で。 試行錯誤をしながら、英知を磨いて生きてきておりますから、現時点での到達点で、先ほどの長谷部教授の話の中にも言いましたけれども、浮かび上がってきた譲り得ない価値というのがあると思うんですね、人権の尊重とか、それからその意味についていろいろ表すがあると思いますけれども、平和主義の反対は軍国主義ですから、軍国主義を選ぶとはさすが常識があったら言えないですよね、平静な状態では。ですから 平和主義という価値とか、人権の尊重とかですね、つまり人が人であることを尊重し合うということなどを否定する憲法は、それは、手続き的には可能でしょうけれども、あってはならないという意味で、価値的限界にぶつかるということを申し上げておきたいと思いますそ。れそれから、えっと あとでちょっとあの、お試し会見と押し付け憲法論についてまとめてお話ししたいので、最後のところにちょっと飛ばしていきますけれども、すでに県政の現実の中におられる先生方、お気づきと思いますけれども、憲法というのは、六法全省の中で唯一、最高権力を縛る位置にあるものですから、最高権力の上に置かれるものだから、 ありがたくも最高峰という名前で紙棚に載っちゃうんでですねでも逆に言えば、最高峰である以上、後ろ盾は何もないんですよね。例えば、私が民法とか刑法に反することをして逃げ回っていたら、最終的には日本国憲法が機能している限り、裁判所と法務省で切りつけられてしまうわけですよね。で,ですから、民法とか刑法などは、憲法がきちんと機能している限り、 機能できるんですけれども、憲法っていうのは、最高権力を管理しなければならないから、最高法の位置に挙げられているということは、後ろ盾が一つもない、よく考えたら、ただの紙切れいにな,なってしまうんですね。ですから、権力者が開き直ったとき、だはどうするかという問題に常に直面するわけであります。ただ、これはある意味で簡単でありまして、なぜ権力者が権力者の地位でいられるか、日本の憲法向上からいけば、選挙で、 過半数の議席を獲得したからでありまして、それに国民が気づいたら、選挙の,その過半数を奪い返せばいい、これまでと簡単でありまして、まるで高校の社会科の授業みたいになってまいりましたけど、どのやはりあの民主のレベルにふさわしい政府に行って戻って、行って戻ってということなんだと思います。でであととととお試ししいう言葉あのと押し付け憲法論についてちょっと お話しして応えさせていただきますが、お試し会見というのは、どなたがネーミングしたか知りませんけどあの、どのなかなかいいネーミングだと思うけれども、落ちょくっている側からいくと、あの大変無礼な言い方になるんでしょう、私、あのもう30年以上前から、その自主憲法制定議員同盟とか、 制定国民会議かなその,その種,種類の会合にずっと毎月出ていまして、そういう中ではっきり覚えているんですけれども、あの憲法9条を改正する必要がある、いや今でも思ってます、あ,のあまりに混乱の原因になりますから、これ整理したほうがいい、でただ、その戦争体験と、それから、まあ、やはり一種の 占領時の,あの情報コントロールのせいで、国民は憲法9条に触ることについて、感情的な反発を持ってしまっている、だからこれをやや和らげるために、まずは国民に職の少ない新しい人権とか、そういうところから会見のプラクティスを練習をしてということを、私自身申し上げた記憶があるし、かつそういう発言に気にしたことはあります。 それあの非常に、ま、真面目なお試し会見だったんですけど、今なんか、お試し会見だというと、おちょくり言葉になってるんで、それはずいぶん失礼な話だなと思うんですけれども、あの日本の憲法風土を考えたらです、ね、やはりお試し会見というのは、僕、はあり得ると思うんですあの。真面目に、真面目にお試し会見はあり得ると思,思っております、ただあの、だいぶ最近、あの 中国のおかげといったら変なんですけれども、不運級になってまいりまして、救助神話に浸っていいのかという議論が立つようになった、もちろん救助の使いみは私はあると思ってますけれども、おかげで70年間海外に行かないでいたという、これは大変な実績でありまして、会見の上の私としては盲点でありましたけれども、あと押しけ憲法論なんですけれども、これあの、ぜひ実務家である政治家の方に、あの ご意見申し上げたいのはです、ねこの、この押しつけ憲法論,憲法論の押し問答というのはこう非、生産的でないと思うんですね。いわば、もう戦後70年も来て、現実の前で我々この国をどうするかの話をするとき、突然70年前に戻ってです、ね、押しつけられたの、いや、押しつけられてなかったのという資料などとのを発掘すればどちらかでも出てくるわけでありましてもちろん客観認識として。 負けた国が占領されていたわけですから、押しつけられたのはこれは歴史的事実でありまして、それ、それ悔しいと言ってもです、ね、戦して負けた以上、それはしょうがない話でありまして、要は、その後あのいや、民間にそれを受け入れる意見があったとかもうそ、そういう歴史論争に私は組みする気はないんですけど、要はその後この憲法の下で、現にこの国会がここに存在する、素晴らしい発展を遂げたことは間違いない事実だと思うんですね。 ですからその過去に向かって恨み節を言い合うよりも、今どうするかに国としてのエネルギーを使っていただきたい、ですから私はあのよく問われるんですけど、押し付け憲法論、その通りだと思います、でもだから、この悔しさを改憲に変えなければという感情には、くみすることは無駄であると私は思っております。 以上であります。ありがとうございました。次に笹田参考にお願いいたします。佐々田でございます。あのこういう会にお招きいただきまして発言の場を与えていただきましてどうもありがとうございます。えっ、ー、と11年前の衆議院の憲法調査会でもほぼ同じようなテーマで私お話したことがございましてそれを思い出しながらえちょっと。 若干あの先生方と比べて、私、数字を使ったレジュメを使を作りましたので、長めのレジュメとなりましたので、それを見ながらお話をさせていただきたいと思います。で今あの、お二人の先生方のお話にもありましたように、えとりわけあの小林先生のお話にありましたけれども、立憲主義の、まあ、固め、最後の、まあ、実現過程として、意見審査制というものがあります。 で例えばドイツを考えていますと、ドイツで憲法の優位、そして憲法裁判が初めてやっぱりリアルに出てきたのはあの戦後でございます。で、同じように日本もそういう形で出てくるわけですけれども、ただドイツは憲法裁判所という制度を作り、日本はアメリカ型の司法裁判所という方を作ったということになります。 でそこにあの2つのタイプというふうにおかけしておりますが、えー、具体的事件の存在、これも小林先生の方から、あのー、少しお,せお説明ありました通りでございまして、やはりわれわれの取っている司法審査型というのは、自分の権利、法的利益が侵害されたときにそれを回復するというのがベースになります、したがってこの具体的事件の存在というのが、えー、どうしても、あのー、大きなものとなります。 でアメリカの司法審査が典型でございますが、まあ、アメリカの場合はあの合衆国憲法に明文で規定されているわけではなくて、まあ、判例によって1803年以来確立されていると、でこれに対して、憲法裁判所型というのは、具体的な事件が存在しなくとも、憲法裁判所への訴訟の提起が可能であるということになりますが、えー、資料の一応を、資料はまた別に用意しておりますが、そこに出しております、2年前、3年前でございますか。 ESM ・ ES M 欧州安定メカニズムにドイツが予算をどれぐらい拠出するのかということで、お埋めたことがございました、そのときにドイツ連邦憲法裁判所は制限付きで拠出を認めると、それにって EU がだめになるんじゃないかということを言っている向きもありまして、私もこの判決が出る2週間ぐらい前に、イタリアの 研究者が、まあ、ドイツ人でありましたけれども。おすごく心配していた、ことを覚えております。ですから、それぐらい、この憲法裁判所が、あの。すごい力を持っているのは、これはもう確か。ドイツの力が強いことと、一緒にやっぱり憲法裁判所は強くなっていると。いうことだと思いますが、それが抽象的規範統制と言われるものでございます。先ほども、ちょっとご説明ありましたように。えー、政府であるとか、議会議員の、連邦議会議員の三分の一が。 申し立てておますしたがって、えー、連邦議会で負けても、まあ、カール・スルーへでリターンマッチをすると、カール・スルーへでまた会おうという、まあ、本当に言ってるのかどうか分かりませんけど、そういうことよく伝わってきます。ただ、その3人入りますが、この区別は、最近になって非常に接近している、これはだいぶ前から接近していると言われております、つまりアメリカの連邦最高裁も、事件性の要件は緩めてきておりまして、 具体的事件が従来ならばないといわれいたものでも認め始めているという点が大きくて、そうしますと、実はアメリカの連邦最高裁も、憲法保障にかなり近づいてきている、やっているというふうなことを言っております。で、今回、カナダの例を挙げておりますが、カナダはアメリカ型の司法裁判所型に属するのでございますが、ここでやっている、その、 政府が最高裁判所に韓国的意見を求める紹介、レファレンスというものがございます。これはあの憲法事件の3分の1と書いておりますが、現在これはだいぶ少ないと言われております。おそらく4分の1ぐらいかもしれません。これはですね、具体的事件は存在しなくとも、まあ、意見審査権限を行使しているのではないかと言われているものでございます。ですから、このやり方は、実は日本でも使えるのではないかという主張がだいぶ前から出てきております。えー、一方 その憲法裁判所方の代表であるドイツの連邦憲法裁判所をちょっと見ていただきますと、資料の2でございますが、これ、私作りました資料ですが、これ、ドイツの憲法裁判所というのは、いろんな機能を持っておりまして、一番こう興味深い抽象的規範統制ですね、これを見ていただきますと、申し立てられている件数は、実はもう毎年5件から3件ぐらいであります。 実際、判決出しているのももう5件いないということであります。そして、機関訴訟という国家機関相互の争いも2013年度は3件なわけです。そうしますと、何が多いかといいますと、6の憲法異議の訴えというものでして、これは公権力によって人権が侵害されたとして憲法裁判所に訴えるものです。だから司法裁判所型の訴訟と非常によく似ているわけです。ただ これはあのドイツの裁判所の判決に対する訴えという形を取るものですが、しかしこれが6477件という、もう97、8%を占めているということになります。ですから、この点あの、憲法裁判所と言われても、実はこういうものであって、アメリカと比べても、そんなに議論が日本と比べてです、ね、あの全く違う世界という気はないのではないかなという。 次に大きな2でございますが、日本国憲法の制定過程で、えー、最高裁判所が違憲審査権を持つという大改革が行われました。でこのときに、実はあの憲法制定過程では3つの選択肢がございました。1つは、明治憲法の改正に備えて、政府におかれました委員会が唱えましたもので、裁判所がある法律を違憲と判断した場合に、その違憲法律を適用しない。 そういう消極的といえば消極的でございますが、そういう形での意見審査は認めようと、これだと明治憲法改正必要ないよねということでありました、で当時の代表的な憲法学者たちの見解はおおよそこういうものでございました。で、マッカーサー憲法改正草案は、人民の権利義務を定めた憲法第三章を除く事例について、最高裁の意見判決に対して国会の再審を認めようとしました。ですから 人権侵害を除いて、国会に改めて審査をしてもらうと、これはイギリスの貴族院が持つ終身裁判所としての役割を参考にしたものと言われておりますが、国会が最終的判断をするという余地を認めるものでございました。で、これ、現在の憲法81条、これが抜けております。これは、日本側がなぜそういうものを入れるのか。 いらないのではないかといったわけですね。そうすると、連合服も、それならそれでよろしいということで、現在のスタイルになりました。まあ、いわゆるこれ、ひょうたんからこまという表現をされている先生方もいらっしゃいますけれども、まあ、そういう形で現在のスタイルになっているというわけです。で、最高裁はもうご承知のとおりで、15名、そして大法廷と、5人の裁判官からなる3つの小法廷がございます。で、やっぱり特徴的なのは、もうすべて小法廷で審理されて、大法廷には回らないと。 で年間でおそらく2、3件程度が大法廷に回るんだろうというわけでございます。これ、なぜそうなのかは、とで述べます。で、憲法裁判の賃貸と一定の活況ということでありまして、あの11年前に、えー、衆議院の憲法調査会で私、参考人として、えー、申し述べたときにはですね、実はあのやっぱり一定の活況がちょっと出るかなぐらいのときでございまして、えー、あ,あまり元気がなかったわけです。 でそれは1990年代に法令違憲判決はゼロなわけです、見ていただきますと、2002年からやっぱり増え始めまして、ここ最近は非常に重要な違憲判決が飛び出してきている、これはおそらく霞が関とか国会の方でも、これは何なんだというような、なんていうんでしょうか、違憲判決が出てきているというわけでございます。で まず先にこの賃貸の方から若干見ていきますと、最高裁がその意見判断を、まず法令意見をしたのは1973年であります。で、最高裁の発足が1947年ですから、26年かかって、ようやく法令意見が出た。したがって、なぜこんなに少ないのかというのが批判の的でございました。これについて2004年に矢口幸一元最高裁長官、ミスター司法行政と言われたらつわの方でしたが、こんなふうにおっしゃっていました。 皆さんは戦後の裁判所をご覧になって、違憲・立法審査権をもっと行使すべきだとおっしゃるけれども、今まで二流の官庁だったものが、急にそんな権限をもらってもできやしないのですと、極めて率直なご考えを述べられております。で、なぜこれが一定の活況を示すようになったのかというのは、まあ、いろいろ考えてみますと、まず第一に、これは藤田時康前最高裁判事もお書きになっていると思うのですが、世代交代を挙げられております。最高裁判事 その裁判官を支える調査官が、えー、交代してしまった、最高裁裁判官も1945年以降に誕生したものが3名、全員が入国憲法のもとでの教育を受けていると、これが一つでございます。次が、やはり外圧としての憲法裁判所導入論、これはやっぱり意味があったと、えー、衆参両院の憲法調査会で、あの憲法裁判所導入論というにこ非常に出てきまいりました。で私も11年前にに、えー、ここに、えー 来たときにです、ねあの、そのときはあの最高裁の事務総長でありました方がえ同席されておられましたけれども、その前でも、えー、そういうお話が非常に出てまいりまして、えーまあ、それはやっぱりあったのではないかと、それが例えばあの定数不均衡訴訟における福田反対意見、この方は外交官出身でありますが、えー、このまま意見判断を開始し続ければ、えー、独立した憲法裁判所の動きに直結して、 現在の司法制度から意見審査を奪う結果につながるんじゃないかという危惧感を反対意見の中で述べられております。3番目はやっぱ司法制度改革があったのかなと思います。まあ、裁判員制度が生まれまして、国民的基盤が確保されたということと、最終的意見書が、最終意見書が、意見審査権は不十分だということを明言しましたので、まあ、これはあったのかなと思います。で、まあ、これを考えていく上で、 伊藤正美元最高裁判事の提言というのがやっぱり大きいのかなと思います。93年、1993年に伊藤正美先生はです、ね、最高裁判事として10年の経験を経て、さらに東京大学の英米法の教授でありましたから、この方が、えー、憲法裁判所をやったほうがいいんじゃないかということをお書きになった、えー、通常事件は最高裁でよろしいんだけれども、憲法裁判は別の憲法裁判所に委ねれる方がいいんじゃないかということをおっしゃったわけです。 でその理由として、やはり出てくるのが、なぜ最高裁が意見審査に踏み込まないかということでございますが、まあ、政治部門への令状の意識の存在、まあ、これは現在でもあるかなと思います、当然だと思います。で、2番目がやっぱり処理件数がとても多くて、特に小法廷にあっては、通常事件の最終審という意識が強くて、まあ、憲法の裁判所という考え方は出てこないと。で3番目に、その2から続いてくることでございますが、大法廷回付をまあし慎重にすると。 結局のところ、小法廷でやっちゃうということになります。そうしますと、最高裁を考えていく上で、やっぱこの事件処理件数の多さというのはやっぱり考えていかなきゃいけないということになります。それが次の3の意見審査制の活性化に必要なファンダメンタルズ、まあ、基礎的条件は何かということでございますが、まず最高裁について二重の役割があるということであります。一つは、最終審として、 意見立法審査権を行使するということでございますが、もう一つは、民事行政事件の、刑事事件の上告審という役割であります。で、これがですね、年間3000件を一つの小法廷が処理しておりまして、その大半は憲法事件ではありません。最高裁は、こういう意味では上告審としての機能に傾斜しているというわけでございます。これに対してドイツは、憲法裁判所と、 5つの連邦,通常連邦最高裁判所がございまして、まあ、そういう意味で言いますと、えーまあ、楽なのかなと思われますが、しかし、先ほど言いましたように、実はドイツでも事件処理件数の多さに値を上げておりまして、憲法裁判所の長官は、これなんとかならないのかと、つまり、いろんな訴訟が起きてくるので、特に憲法意義の訴えでございますが、これがな、中にはどうしようもないのもあるので、そういうものに対しては、 まああのなんていうんです罰金を貸したらどうかということまで言うのだけれども、えー、議会は反応してくれないと、しかしこれはなんとかしてほしいということを言っていらっしゃいるようでございます。でアメリカはまあこの点、裁量上訴というのをやりますし、州最高裁がございますので、年間100件程度というわけでございます。で、最高裁の負担というのを最後に、この見ていただきますが、藤田時恭最高裁判事はお辞めになった後に、最高裁回装力の中で3000件を処理すると、一つの小法定で。 でこれは現在は3200件に伸びております。でこのうち95%が持ち回り審議と言われまして、まあ、これは合議するまでもなく上告棄却、あるいは上告不受理ということで、裁判長が判断して、一件書類の押印欄に判行を押すと、で全部判行を押すんだそうです。で1年間押すと万人間を押すすとと万藤田先生は チャップリンのモダン・タイムスに出てくる機械法とか、養鶏場の鶏だという、非常に、まあるあ種不謹慎でございますけれども、率直なご感想を述べられております。でこういう階層はです、ね、あの非常にあの最高裁の階層録に頻繁に出てきます。であの11年前に私、ここに、えー、お呼びいただいたときに、最高裁の事務総長はです、ね、この件につきまして、私がこういったところ、ご自身が最高裁の現職の最高裁判事全員に、 お尋ねされたところ、どなたもそういうことはおっしゃらなかったとおっしゃいまして、私はそのときに反論がなかなかできなかったんでございますけれども、実は、えー、在職中はそういうことは決して言わないというのが、えー、やっぱ不分立だそうでございます。そういうことは言ってはいけないと、申し訳ないと。ですから、おやめになった後にいろいろ出てくるということであります。で、その最高裁の重労働を支えているのが、実は最高裁調査官であります。その調査官は、 30代後半から40代の裁判官でありまして、身分は東京地裁判事で、同期の優秀な方がお会いになるわけですが、その上に民事行政刑事の上席調査官がいて、さらに出席がいるということになります。現在、39から40名前後です。非常に事細かなその内容が上がってくるわけです。事実関係とか、先例の有無とか、論点の学説判例とか。 もうあの風呂敷に毎朝行くと、風呂敷に包まれたものがどんと乗っかって、さあ、次を読んでくださいと来るというのが、聞いたり見たりしたところでございます、でこれなくして最高裁判事は判決を下すことはできないだろうということであります。で、最後になりますが、我が国の意見審査制の行方というところになりまして、こういう状態はもうすでに、そうですね、30年、いやもう戦後の20年代の後半から続いているわけでございますが、 なぜこれが改善されないのか、改善しようとしたことも実はございます、50年代に。しかしうまくいかなかった、さまざまな事情で。で、最高裁の調査官の増員による対応が、えー、一つの対策です。で、11年前は30名だった調査官が、現在は40名に増えております。で、この方々の努力というのは大きいかなと思います。で えー、最高裁の改革っていうのは、最高裁判所に何を期待するかによって変わってくるだろうと思います、で先ほど、えー、小林先生もおっしゃいましたように、憲法保障の最後の要というようなところを、えー、ここに期待するのか、いやいや、民事、刑事、行政事件の最終審として、適正な判決を下していただければよいのではないかということでよいのかとか、いろいろあると思いますが。 まあ、あの民事、刑事、行政の最終審としての適正な判決を下すことを期待しているのであれば、まあ、現在の体制を維持すればよいのではないか、あるいはそれだけではなくて、憲法事件についての最高裁の積極的な憲法判断を期待するのであれば、上告審機能をもう大胆にカットするしかない、これはあの資料の5番目に、私がこの、えー、考えた案などございますが、もうこれは特別高裁なるものを作って、もう上告審機能、ここに全部や,やっていただいて、 カットするしかない、そうすることによって、えー、最高裁の本来の機能が発揮できるんではないかということですね、ここではだから判例変更であるとか、新しい法律問題の処理とか、もしかしたら死刑事件はやっぱり最高裁ということであれば、そこも入るのかもしれませんけれども、大胆にカットしてしまえばよろしいということであります。でこれによって、えー、意見審査により、今よりも集中できるだろうと。さらに、いや、これでも足りないということになりますと、 ただで行われております、政府が最高裁に勧告的意見を求める紹介、レバレンスという制度も検討に余地があろうかと思いますで。この勧告的意見は法的拘束力を有しておりません。事実上の拘束力しか持ちませんが、まあ、そのインパクトは無視できませんで。司法裁判所の機能に適合するように、十分司法化された制度設計をすれば、現在の憲法上も、立法によって導入可能ではないかという見解もあります。 ただ、この案を導入するにしましても、最高裁の上告審議料の軽減は不可欠であろうかなと思います。で、最後に、統治システム全体に関わる問題の解決のためには、より強力な権限を司法が持つべきだとするのであれば、さらに大胆な改革というふうになるかと思います。それが憲法裁判所だろうと思います。で、この柱は抽象的意見審査です。例えば、読売新聞社がかつて出しました案がそうでございまして、 条約、法律命令等について、内閣改正、一定数の国会議員の申し立てがあった場合に、憲法判断を行う抽象的審査を任務の一つとする最高裁、憲法裁判所の設置を提言しております。ただし、これは憲法改正というあのハードルがあることは否めません。すなわち、現在の憲法解釈ではです、ね、学説判例ともにそうだろうと思いますけれども、えー、法律の効力をその交付とともに直接に意見審査の対象とする、 抽象的検診差は現行法のことはできない、憲法のできないというのが一致した見解だろうと思います。何かやっぱり一つの国家行為があって、それに基づいて処分があれば、それを捕まえて、少なくともそれがいるという理解でございます。でさらに、制度設計上の問題もございまして、資料2の4の方を挙げていただきますと、このドイツの憲法意義の訴えというのが現在、多大の負担を強いております。 しかし、この憲法意議の訴えがないとしますと、逆に憲法裁判所の担当する事件は本当に少ない、年間でいくと3、4実件になっちゃいます。そうすると、このような憲法裁判所を創設するということは、どこに意味があるのかということも一方におって出てくる。しかし、憲法意議の意義を出してしまいますと、すごい懸垂になってしまう。ちなみに、アジアで最も元気のいい、 意見審査制を持っているのは韓国だろうと思いますけれども韓国は憲法裁判所をドイツ的なものを作りましたしかし抽象的規範統制の権限は入れなかったという点はやはりそこには何か原因があるのかなという気がいたします以上でございますどうもありがとうございましたありがとうございました以上で各参考人のご意見の開賃は終わりましたこれより参考人に対する質疑を行います 質疑の申し出がありますので順次これを許します。山田健二君はい委員長山田君はいありがとうございます。私は自由民主党の山田健二でございます。先生方の貴重な話をお聞かせいただきまして本当にありがとうございます。えー、私も実はあのこの現行憲法を無効という立場を取ってはおりません。あの非常にまああのいろいろな問題点はあろう。 あるけれども、まあ有効だという前提に立った上でのお話を、質問させていただきたいと思います。ただ、あの、この憲法制定の経緯に対しては、大いに疑問を持っておりましてですね。まあ、むしろ欺瞞に満ちているというふうに考えております。 この憲法に正,、えー、正当性がもしあるとするならばです、ね、これはもう施行後、68年間、日本国民がずっとこれを受け入れてきた、この一点に尽きるんだと思っております。そこで、えー、まず長谷部先生にあのお伺いをさせていただきたいと思うんですけれども、先生はあの憲法の改正には限界があるという、えー、憲法改正の限界説をおとりなんですが、日本国憲法の改正には限界があるんだけれども、大日本帝国憲法の改正には限界があった。 ないのか限界は無視してもいいと考えていらっしゃるのか、この辺の矛盾について、お聞かせいただけますでしょうか長谷部参考人えとあの現在のあの、憲法学会の,あの通説と申しますか、標準的な見解によりますとあの、大日本帝国憲法には、改正には限界がございました。 それは大日本帝国憲法のまさに基本原理といわれる天皇主権の原理、これはドイツの君主制原理を日本に導入して。 天皇試験というふうに、当時の日本の学会、それから政治の世界では唱え、呼んでいたものでございますが、これは変えられない、明治憲法の改正手続きを経ても変えられないという、そういう考え方が捉られておりました以上です、はい、山崎君、ありがとうございます。 もしその改正の限界があったとしたらです、ね、まあ、いわゆるその天皇主権の禁定憲法を改正手続きに則っとったとしても、根本原理であるものを、えー、まあ国民主権の憲法に変えるということは、これは憲法改正の限界を超えている、これは変えられないはずではないかと考えるんですが、いかがでございましょうか長谷部参考人。 えーとあのまさにあの現在の日本国憲法に関しの下での憲法学会の標準的な理解ですとあの、そういうことはできないはずであったということになっております、ただ、あのその点についての,あの現在の標準的な理解と申しますのは、ポスダム宣言を受諾したことにおきまして、いわばその法律的な意味での革命が起こりまして。 天皇主権の原則というものが国民主権の原則へ、まあ、いわばあの非連続的に移行したのであるとでその非連続的に移行した後の、えー、明治憲法というのがまだ残っておりますその明治憲法というのはあのあのその時点以降は 国民主権の原則に基づいて出来上がった明治憲法に変身を遂げたということになります。そうした大きな変革を遂げた後の大日本帝国憲法は、その改正手続きに基づきまして、現在の日本国憲法への改正が可能になったと、そういった説明が通常受け,取受け入れられているところでございます山田君。 ありがとうございます。あの私あの、憲法学会でもなく、法曹界にいる人間でもないので,です、ね、今の説明を聞いても全然よくわからないんですけれどもです、ねえー、大日本帝国憲法をポツダム宣言で変えたというならわかるんですけど、ポツダム宣言を受諾したのは8月で、憲法を改正したのはその後で、その1年後に、まああの 22年に、二、えー、年後ですね、に、えー、変わってるわけですね、その間あの、大日本帝国憲法なんだけれども、国民主権の時代があったと、こういうことでございましたはいありがとうございます。またあのこの 日本国憲法は、日本国民の総意に基づいてというふうに書いてあるんですけれども、日本国民の総意が本当にあったのかということを大変疑問に思っております。確かに皆さんが受け入れたということで言えば、それはその後、68年間受け入れてるんですから、総意はあったんでしょうけど、当時はです、ね、言論統制のもとにありまして。 日本国憲法に対する批判は許されなかったということが、まあ、あるいろんな資料で明らかになっているすこれ、私がまた陰謀論に組みしてると思われてもいけないんですね、<laughs> GHQ が出している資料というのがありましてです、ね、これの中を見るとです、ね、クリティスム・オブ・スキャップ・ワイティング・ザ・コンスティチューションと書いてて、スキャップ、連合国最高司令官がこの憲法を書いたということに対する批判は書いちゃいけないと、そういったことが書いたものは削除しなさいという指令が。 連合国においいててなされているんですねで、えー、日本国憲法というのは、もう今まで大日本帝国憲法下においては、いろんな人権が、国民の人権が制限されてきた、あるいは言論の自由がなかったと言ってるんですけれども、日本国憲法が施行された後も、言論統制が行われてて、日本国憲法の制定過程に対する批判は許されなかった。 そんな中で、日本国民の総意があったと果たして言えるのか、この点について、長谷部先生、ご見解、もしありましたら教えていただきます部参考人あのご指摘の,あの日本国民の総意に基づくという、あのその文言ですが、これはの、日本国憲法の第1条、天皇の地位は、主権の損する日本国民の総意に基づく、この点をあのご指摘のところなんだろうと思います。 あのこの文言はあのその言葉通りに受け取ることができるものでございまして、あのこれは天皇というのは日本国の象徴であると、えー、象徴というのは、あのまあ、言ってみれば、えー、国という、これはあの先ほど小林先生もおっしゃった通り、あのいわば一種の約束事で、抽象的な存在でございますので、えー、ただその抽象的な存在を分かりやすく理解するために、具体的な何かシンボルが必要である、それが、えー、現在は天皇であると。 そのことを示しているわけですが、何か具体的な人が、天皇が日本という抽象的な存在のシンボルであるかどうかというのは、それは取りも直さず、多くの人々、まさに多くの日本国民がそのように考えているかどうか、そのことに基づいていると、そのことを素直に言っているということでございまして。 天皇が日本国の象徴であるという、その地,あその地位はあの、主権の尊失が日本国民の総意に基づいているという、あのそ,れをそのことを、まあ、まさに正しく述べていることだろうと思います。それから、あのついでにあの申し上げますと,、えーとあの、憲法の制定の経緯について、まあ、情報が、まあ、あ,のあまり外に漏れないようになっていたというのは、これは、あのえー、いろいろな国の憲法についてある話でございます。例えばアメリカ合衆国憲法 アメリカ合衆国憲法の制定の経緯がどのようなものであったのかということは、これは実はマディソンという、これもこの人も大統領を務めた、そして憲法制定の経緯にも主要な役割を演じて、携わった方ですけれども、この人の取ったメモが実は頼りでありまして、かつこのマディソンの取ったメモというのは、マディソンが な、えー、くなるまでは公開をされておりませんでした。えー、従いまして、あのアメリカ合衆国憲法の制定の経緯がどういうものであったのかと,、えー、というのは、あの制定以降、あの非常に長期の間、えー、どういうものであったかというのは公開されてなかったわけですね。ただ、まあそのことと、あの現在のアメリカ合衆国憲法が正当なものとして、あの多くの人に受け入れられているか、あるいは内容が正当なものだというふうに評価されているか、それはまあ全く別のレベルのものではないかというふうに私は受け取っております。 山田君ありがとうございますあの、まあ、私もだから向こうというつもりは全くなくって、まあ、そういう経緯があったということは、これが意外に知られてないんで,です、ね、やっぱりあの憲法が日本国民の総意で、みんなが受け入れてやったんだではなくて、そのときは曲がりなりにも押し付けられたという言い方がいいかどうかは別ですとしてが、日本国の代表者が作った案というのは連合国から受け入れられなかった、そして連合国が作った草案に基づいて作ったんだけど、その後、 日本国民が68年間受け入れてきたという流れだということは、これはあの事実として確認をさせていただきたいと思っております。この点ですね、小林先生にお伺いしたいんですが、小林先生はむしろあのものすごくあのストレートにものをおっしゃっておられて、この憲法改正と改悪という本の中で、やっぱり押し付け憲法だということを認めておられて、でもただ、無効というのは時代錯誤だろうということをおっしゃっておられたと、でこれはその通りだと思っておりまして、ただ、日本は敗戦したんだと。 結局のところ、日本は自ら自由と民主主義を手に入れることのできない民族だったんだから、受けることはやむを得なかった、ペナルティーを受けるのは当然であるというようなあのことを書いておられます、まあ、あの本当にあの正直に書いておられるのかなとは思うんですけれどもです、ね、これはむしろあの欺瞞んで,です、ね、先生が欺瞞というわけではなくて、連合国、もし、これあの、日本国憲法の理念がどんなに素晴らしいものであったとしてもです、ね、その占領している国の この国民の意思に基づかずに、俺たちが考える素晴らしい理念なんだから、お前たち、列島国の国民は考えられないんだろう、だから俺たちが授けてやろうという形は、これはやっぱり戦勝国の欺瞞ではないかと思うんですが、えー、小林先生、いかがでございましょうか小林参考人、はいあの。一面の真理をおっしゃったと思うんですけれどもあの、僕、戦勝国のそれ欺瞞、あなんて傲慢な意思というよりも、 歴史の意思としてて私は受け止めているんです当時の日本人はあの大日本帝国憲法の運用としてもちょっと尖がってしまって異常な数年間の中にあって一種の思考停止の状態であってであの戦も非常に変な戦をしてしまってやめ時も間違えてしまってそういう時にあの、まあ、大空襲と原爆で黙らされて止まって。 でそのときに受け入れた、ポツダム宣言は国家の意思として受け入れたわけですから、民主化と軍国主義の除去と人権の補強、これは日本の意思として紛れもなく当時の,あの権力者たちが受け入れて、それを実施するためにはヘの、ヘイグの陸戦条約にありますように、占領の目的を達するためにあの必要な改正を許されるという条文ですから。 不必要な改正をしてはいけないということですから、まさにあの戦を終えて、日本が立ち直るために、ポツダム宣言を受け入れて、それを実現するために、せざるを得ない改正であって、それを当時の権力者が、私にしてみればつまらぬ抵抗をして、また脅されて、押し付けられて、ただ、その後みんなでその理解して受け入れた。 それでいいじゃないですかと思っているんですけれども。山田君。ありがとうございます。まあ。あの、皆さん。はてなというのは。感じはするんですけど、まあ、あの。 事実としてやっぱり68年間、この憲法を使ってるんだから、まあ、国民が受け入れてるのはその通りだと思うんです、ただ、こういう経緯があったという前提に立ってです、ね、憲法に改正の限界があるのかないのかという議論を私はしないといけないかなと思っております。それでちょっと話をまた変えましてです、ね、あの小林先生、あの先ほど、えーおま、お試し会見ということについて、真面目なお試し会見という話をされました。私はむししろあの前回ののの憲法審査会ででもも申し上げたんですけれども真面目にやっぱりあの今の 憲法の問題がある9条であり、前文であり、あるいは緊急事態、そういったところ、何が今、現実に困っているんだ、こういうことをあの考えて、国民の皆さんにきちんと説明して、そして改正すべきだという考えを持っておるんですが、先生のお考えの,その真面目なお試し会見というのは、具体的にどんなものか、教えていただければと思います。小林参考人あの本当に会見すすべきは私はだと思いいいますが大変な混乱を招いている どちらの側にとっても救助は真正面から議論すべきものであります、ところが今、その議論を避けて、あの私は自民党が改憲政党でありながら、ずっと安倍政権までその議論をせずに来たことが、僕、とても悪いことだと思ってるんですね、ずっとその間、付き合っていて、なぜ動き出さないので、イライラしてました、今度は準備もなく飛び出して大変なことになっているわけですけどやっぱりすべきは救助なんです。 だけど、国民の中に憲法に触れといのは危ないという、これはもう感情の世界なんですね、戦後教育であるんです、だからそれを問いたいのとしたら、肯定的な意味でお試し会議いいじゃないですか、言われて怒ってるのかもしれません、船田先生なんか、だけど、そうそうお試ししましょうでいいじゃない、乗ったらいいじゃないですか、それで、プ,プ,プ,プラクティス練習という大変失礼な言い方ですけど、 3.11の後の緊急事態条項、それからあの憲法制定時には全く考えられてもいなかったプライバシー、これやっぱりテクノロジーの進化で,進化で起きちゃったし、あのその母報国のアメリカでもまだまだ当時未熟だったプライバシーなんてねそれ、それから国民の知る権利についてはあの、情報公開の根拠条文ですから、そういうものをきちんと。あの 入れたらいいんではないかこれなら説得できると思うんですねそれで憲法改正一応経験したらそんな怖いことではないということはわかるそれから堂々と9条論争をやって9条に手をかけたらいいと思います以上です山田君はいありがとうございます え私もこの憲法の学会のこう議論というのがどうもなかなか分かりにくくて、ですき今日の,あの小林先生の話は大変よく分かったんですけれども、なんかこう、8月革命説にしても、ですね現状の日本国憲法というのは正しいものだと、その正しいものの正当性を証明するのが憲法学なのかなと思ってしまうぐらいで、ですねあの我々政治家がですね現状を肯定するというのは、これは政治判断としてあるんですけど、ぜひ学会の先生方におかれては、ですね純粋な学問的なを 現地からおかしいものはおかしいと言っていただいて、むしろ憲法学会の方からですね、自主憲法を制定すべきだということをぜひ声を上げていただきたいなと思いながら、私の質問をさせていただきます。ありがとうございます。次に中川正晴君委員長。え今日は本当にありがとうございました。えー、さっきの山田さんの話にちょっと刺激をされてあの。 もう少しそこのところを確認をしていきたいというふうに思うんですが、あのまあ、一つは押し付けの話ですけれども、まあ、過去に、さっき、小林参考人がまさに言われましたが、まあ、そこにこだわっていく、過去にこだわっていくということが、どれだけ建設的な議論になるのかということ、まあ、ここにつけるんだというふうに思うんですよね。でまあ、私たち68年かけて <laughs> この憲法、これを誇りを持ってです、ね、私たちのものにしてきたで、その事実に立ってことを運ぶということであれば、その自主憲法にさかのぼっていくということじゃなくて、今の,今の憲法をそのまま見つめてで、これを改正をしていくということ、ここにそのしっかりとしたコンセンサスを作っていくということが一番大事なんだと思うんです。でそこについては えー、小林参考人、えー、どのように考えられますか。小林参考人、えっと、今の憲法をまず是として受け入れたところで、それを前提に、あの憲法もはっきり申し上げて道具でありますから、主権者国民大衆が国家権力を正しく管理して、皆の幸福を最大限増やしていこうという。 営みの道具でありますからそれからもともと作った人間が、神ならぬ不完全な人間で、あの戦後の一種の,あの興奮状態の中で急いで作ったものですから、必ず道具として不都合がありうる、だから今の憲法の良きところを三大原理を中心として、メインテナンスかブラッシュアップかという方向で、あのまず国民啓蒙を政治家たちにやっていただきたいと思っております。 えー、あのお試しの方はですねこれは、まあ、私たちその9条に関連して、えー、これはどこかで議論はしていかなければいけないだろうと、その憲法自体はねでこ、ここはまさにそのとおりだと思うんですが、安倍さんがですねあの今、いて、で その思惑の中でその憲法改正議論が進んでいるとすれば、これは政治的にそのまあ国民がそこまでの,その信頼感を持って、安心感を持って憲法議論に乗ってこれるかというと、今、決してそういう状況ではないということ、ここに懸念があるということだと思うんですで。そこをこれは 私の,その考え方、意見ということで,です、ねあの、お話をさせていただいて、でまあ、その関連の中で、今あの、安保法制が進んでますけれども、それにそのうん基づくうん議論、ここで起こっている問題について、まあ、少し、えー、お話を聞きたいと思うんです。あの一つはです、ね、こう基本になる言葉というのがあその 揺れてるっててる言いまますすか変遷をしてきています、まあ、例えば、専守防衛で、これは今の救助を語る、まあ、基本理念というか規範みたいな形で説明をされてきた言葉でありますが、これ、定義すると、相手から直接の武力攻撃を受けたときに初めて、その自衛隊が防衛力を行使をするということ。 でそれでだ,だからこそ必要最小限にとどめてあの保持する防衛力も自衛のための本当に必要最小限のものにしていくと、まあ、こういう定義、これは一般的にこれまで使われてきた定義だと思うんですね。で今回、えー、それに対して3要件が出てきました。で2つのことにおいて、これ、超えると思うんですよね。1つはあの、我が国に直接ということだけではなくて、 我が国と密接な関係にある他国に対するその武力攻撃の発生、これが前提だということ、これで一つ超えています、それからあのもう一つはです、ね、直接の武力攻撃でありますから、三要件の中の最後の可能性とか、恐れとか、いうことではないわけですね。 でそこが三要件というのはそのまま持ってくると、可能性とか恐れという形で超えているというような形、まあ、これをもって、私はこの専守防衛という言葉まあ超えたと、だからこれは使うべきでないというふうに思っているんですが、あの政府の方は引き続き我が国の防衛の基本的な方針である、専守防衛を維持することに変わりはないということを言い続けています。から もう一つこの幅、幅が広すぎるというのは集団的自衛権なんですね、これ、定義がこれそのいろんなものを見ると、まちまちでありまして、あの日本がそのベースをこう提供しているということ自体がもう集団的自衛権だということから始まって、いや、これも限られた形で武力をその前提にしたものなんだという定義までさまざま。 でありましてそのときそのときで使い分けする、限定的な集団的自衛権とか、一般的なとかっていうか、まあ、平和という言葉もそうですよねあの、法律の名前自体がですね、とんでもない欺瞞的なあ使い方にされてると、こういう話になってくると、その議論にならないという国民にとってますますわけが分からなくなってくる、両方が同じ言葉を使いながら、意味していることはが全く違うということを、 あの分かってもらわないと、議論が進まないという状況になっているというふうに思うんです。で、この言葉の定義を誰がどこで確実にその制御していけるのかということも一つのキーだと思うんですけれども、これは憲法解釈そのものとの関連、いわゆる解釈で変えていくということとの関連もあるんですが、そこはどう考えられますか、これはあの笹田参考人と、ほかからあ小林 参考にお願いしますそれでは、笹田参考人、はい、あの今のご質問について、その中身の一につ一,つ一つについてはあの、意見審査制の在り方そのものとどう絡むのかというのが、えー、ご質問なので、さあそれをどう取り扱って、どこが判断するのかというご質問であろうかと思うのですが。 現実において、それ法律化法制するときは内閣法制局で最後、チェックするということになるだろうと思いますけれどもあの、おそらく、私の先ほど出してきました案でございますと、これ、カナダでありますと、こういうものをこのレファレンスという形で最高裁判所にご判断を願うということを、すでに長いことやっております。ですから えーと何らかの形でその憲法保障を考えたときに、まあ、裁判所にどこかでこう組み込んでいただくというのは、一つの案としてこれから考えてよろしいのではないかなと思いますが、現時点はそういうことを考えております小林参考人、はいあのえーと。最近の特別委員会の議論は、真剣に私も見れる限りあり、まだ不確定の速記録を見せていただいたりして、見てますけれども。 これはの有権解釈の問題というよりも、常識と非常識の問題だと思います。ですからあの、日本語の乱れというか、あるいは政治家が何というかしたら、プライドがあったらこういう議論はしないだろうと、本当に思います、仮にこれ、名誉毀損で訴えられても、私は言い続けます、本当にあの日本国の最高機関でこういう話し合いがされている、とても恥ずかしい。 ですから、この原因はやはり自民党側から議論を仕掛けたわけですから、言葉がくるくる動くようなのはおかしいと思うんですね、つまり戦後70年間、少なくとも憲法9条の縛りで、海外に軍隊は出せないできたものが、これからは集団的自衛権と後方支援という説明がつくなら出せることになるから、これは今までしたことのない。 国際法上の戦争に参加することになる以上、戦争法なんですよね。だけど、それが必要だと言ってるのは、それでいけばいいのに、平和だ、安全だ、レッテルハイだ、失礼じゃないですかと言ってる方が、私ははっきり失礼だと思います。ですから、そういうことのレベルの話でありますから、有権解釈の問題ではなくて、むしろ今の議論の中で、野党の方たちが明確に、明確に 論争を仕掛けて、その異常さを、私は異常だと思います、異常さをわれわれ国民大衆に知らせてください、そこから先は、さっきの憲法の最後の歯止めの有権者の投票行動になると思いますはい、あの中川君、率直にここでお話し聞きたいんですけれども、先生方は、今の安保法制、憲法違反だと思われますか。 それととの中に入ってる思わますかあの先生方が裁判官となるんだったら、どのように判断されますか、全員、3人と三3人とも。はい、じゃあ、長谷部参考えとあの安保法制というのは、あの多岐にわたっておりますので、あのそのすべてという話にはなかなかはならないんですが。あの まずは集団的自衛権がの行使が許されるという、あのその点について、私は憲法違反であるというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えております。それからもう一つは武力、武力行使って、あの外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなるのではないのかと。 その点に関しまして、私はその点については一体化する恐れが極めて強いというふうに考えております。従前の戦闘地域、非戦闘地域の枠組みを用いた、いわばバッファーを置いた余裕を持ったところで明確な線を引くと、その範囲内での自衛隊の活動にとどめておくべきものであるというふうに考えております。小林参考人 私も違憲と考えますあの。憲法9条に違反します。9条の1項は、えー、国際紛争を解決,解決する手段としての戦争、これはパリ不戦条約以来の国際法の読み方としては、侵略戦争の放棄。ですから、我々は自衛のための何らかの武力行使ができると、これに留保されています。ただし、2項で、軍隊と交戦権が、 与えらられておりませんから海の外で軍事活動をする道具とあの法的資格が与えられておりません、ですからあの自民党政府の下であのず一貫して警察予備隊という第2警察としての自衛隊を作って、だからこそ軍隊と違って、あの腕力について比例原則、軍隊に比例原則のことはありません、軍隊はカスタムに何やってもいいんですから、本来。 だから比れ原則で縛られて、警察のごとき振る舞い、だから攻めて来られたら、我が国のテリトリーと周辺の航海と航空を使って反撃することが許される、例外的に元から立たなきゃいけない場合、理論上、敵基地まで行けるという、この枠組みはずっと自民党が作って守ってきたもの私私、正しいと思っています。でこのの条そままにしてあの 海外派兵集団的自衛権というのは、いろいろ定義ありますが、国際法というのはまだ戦国、法自体が戦国乱世の状態で、中心的有権機関なんかないわけですから、世界政府がないわけですから、ですから、それぞれがいろいろ言って、およそのところから行けば少なくとも、仲間をの国を助けるために海外に戦争に行く、これが集団的自衛権でないという人はいないはずです、これをやろうということですから、これも憲法9条。 と,と,とりわけ二項違反、それから先ほど長谷部先生おっしゃった、後方支援というです、ね、日本の特殊概念で,です、ね、要するに戦場に後ろから参戦するだけの話でありまして、前から参戦しないよってだけの話でありまして、<laughs> そ,そんなふざけたことで,ですねとばの遊びをやらないでほしいと、本当に思います、これも恥ずかしいところです。 ですから、露骨中に憲法、今公明党と法制局が押し返してますよね、でもあのとおりになったら、何も集団的自衛権の言葉はいらないじゃないですか、個別的自衛権に押し戻したんですかというあの疑問もあります、以上です笹田参考人あのちょっと違った角度から申し上げますと、例えば日本の内閣法制局は、あのずっと自民党政権ととも、えー、にあの安保法制をずっと作ってきて。 来てたわけですそして、それやり方は非常に本当にまあガラス細工と言えなくもないですけれども、本当にギリギリのところで保ってきてるんだなということを考えておりました。で、一方、例えばヨーロッパの混成データのような、法制局の日本の原型となりますが、あそこは、えー、と憲法違反だといっても、時の大統領府なんかが押し切って、じゃあやるんだということで、極めてこうクールな対応を取ってきて、そこは大きな違いだったと思うんですね。 ところが、えー、今回、われわれは、私なんかはやっぱり従来の法制局と自民党政権の作ったものが、あここまでだよなと、本当に強く思っておりましたので、二方の先生がお,おっしゃいましたように、今の言葉では、あの定義ではあの踏み込みてしまったということで、やはり意見の考えでは立っていると思います。はいいいいいありがとうございました、はい、あの私もその思いででいっぱいなんですで同時に あの佐田先生からリファレンスの話が提起されたというか、こういうこともできるよということを言っていただきましたが、私はこれ、憲法調査会のね、一つのテーマにしていいと思うんですよ、今の範の範疇の中で裁判所が判断できる、違憲性を判断できるというその枠組みになっていくわけですから、ああのそのことを合わせて、私も提案させていただいて、 ありがとうございますちょっと浄化しました、はい、またあの筆頭官協議によりますけれども、はい、またこれのこれを受けて自由討議もありますのでまあよろしくお願いいたしますえそれでは次に小沢崎人と維新の党の小沢崎人でございます、うんえー、お三方の先生方には今日のご出席誠にありがとうございますまずもって御礼を申し上げます、えー、話の中身は特別委員会のような話にも なってまいりましてですね大変興味深く聞かせていただきましたまずあの制度論であの私まず笹田先生にお聞かせいただきたいんですが、まあ、あの我が党はですね先ほどあの先生方が意見ではないかとおっしゃられた集団的自衛権に関しては限定的集団的自衛権は容認とこういう立場を取らせていただきましたでその際にですね あのいろんな議論をしたんですけれども、これはあのまず一つは、笹田先生がおっしゃいましたように、あのこれまで、えー、日本の有権解釈はどちらかというと内閣法制局がやってきていたと、これはおかしいだろうと、制度論としてですね、それは行政府の中の一つですから、ですから、そういう意味では、まあ、安倍総理がです、ね、最後の判断は私がやるんだという話はです、ね、これはご批判もありましたけれども、制度論としてはそうなんだろうと、こういうふうに認めた上で、 しかし、内閣も国会も政治家だけでありますので、そういった意味ではです、ね、司法が、ここは日本国憲法においてはです、ね、最終的な意見審査をすると、こういう形になっているわけですから、司法がきちっと関与できる体制を作るべきだと、こういう意味で、我々は憲法裁判所を作るべきだと、こういう話を申し上げました。で同時に それはなかなかやっぱり時間がかかるだろうから、先ほど先生からもお話がありました、81条、憲法81条を活用すれば、現行制度でも司法の判断が出せるのではないかと、こういう話も同時にさせていただいたところでございます。こ,のこうしした事案に関関てです、ね、やはり司法が関与すべきだと どういう形のせいをですね。介護すべきだということに関してのご見解をお願いしたいと思います。その方参考人。はい、あのどうもありがとうございます。あの若干制度が違ってて恐縮なのでございますが、例えばあのフランスとかベルギーには混成を出たという行政裁判とえ、諮問機能とあ立法立法の調整機能というか、法制局の機能を持っている機関が存在してございます。 でまあ、ここがです、ね、やっぱり非常に興味深い組織でありましてあの、身分保障を見てても行政官僚ではないんだけど、司法官ではない、しかし、身分保障は結構きちっとしている、そしてここで例えば、根性を出たの中あの、政府から諮問を受けて、憲法違反だといっても、先ほど大統領府が突っ,あの突っ込んでくると、でそうしたとき、最終的にフランスの場合は憲法院がございますので、 憲法院が判断を下すとこれは憲法院の主たるメンバ,あのバックアップメンバーは、混成ゆ出たから、やっぱり事務総長に入ってしまっているということで、なんていうんですか、まあ、これ、歴史的なものもございますので、これをすぐ参考にするっていうわけではございませんけれども、なんというんでしょうかあの、現在の最高裁の機能で私はもうパンクしていると思いますので、やはり何らかの機構改革を経た上で、 先ほど述べましたようなものを入れていくということ、例えばあのカナダの,その韓国的意見の制度というものは、これ、アメリカには、まあ、あの若干あるようですけれども、メインとしては存在しておりませんで、ただこれ、事実上の拘束力でございます、法的拘束力がない、ここがポイントでして、法的拘束力を認めますと、これ、抽象的意見審査になっちゃいますので、これは認められないということで、事実上にとどめていると。ただし 事実上といいましても、最高裁判所の判断でございますので、それはそう軽いものではない。ということで、カナダでは、やっぱり英米法の国でございますけれども、出したものに、行政府は正面から反対することはあまりないということも聞いておりますので、先生がおっしゃいますように、日本の内閣法制局は最初の段階では行政裁判機能を持っていたわけですね、明治期の最初は。フランス型のようにところが 行政裁判は別の裁判所に移りまして、えー、それは消えました、ですから、やっぱりあのヨーロッパのコンセ性データの強さというのは、裁判所であり、なおかつそういう諮問機能を持っているという、そこの権威引性は高いのかなと考えておりますので、私も何らかの改革は先生のおっしゃるとおりあの、必要ではないかと考えておりますす以上です小沢君、ありがとうございます。 ぜひあの、中川委員からもご提案がありましたけれどもあの、現行の81条でもかなりやれると思っておりますので、そういった本当に司法の関与というのをです、ね、この会でも検討していただきたいと、改めて私からも提案を申し上げたいと思います。でえー 少しあの現実的なところに入らせていただきます、大変興味深いお話を聞かせていただきました、その前提で,です、ねえー、長谷部先生の陳述の中で,です、ね、えーまあ、今の憲法はあ、ある意味では各国普遍の価値をベースにしながら、えー、それぞれ特徴のあるものを持っていると、こういうお話があって、その中に、まあ、天皇制の話は私もすっと入ったんですが、同時に平和主義ということをおっしゃいました。 ああ平和条項というのは各国、かなり最近持っているわけですけれども、先生があえて、ここで平和主義が日本の特徴だとおっしゃる、その真髄といいますか、そこはどこが他の国の平和条項と違うと、こうお考えなんでしょう長谷部参考人、どうもありがとうございますあの。ご案内のとおり、日本国憲法の第9条というのは、あのえーまあ、およそ戦争はしない。 えー、武力の行使はしない、武力による威嚇はしない、そしてあの戦力と言うような、そういった、えー、あの制度は補助をしないと,、えー、ということをあ、まあ、文言上は言っております、まあ、ただ、あの差はさりながら、えー、国民の生命、財産を、安全を保持するというのは、これは政府としての最低限の任務でございますから。 その観点からいたしまして、先ほど小林先生もご指摘のとおり、個別的な自衛権だけは、それもまた必要最小限度、比例性原則の範囲内においてのみ行使できると,ということになっておりますで、このような憲法原則を取っている国は、はこれはやはり、まあ、類を見ないものでございまして、まあ、日本固有のものであろうかというふうに考えております。 会長、小沢君ありがとうございました、そこで小林先生にお尋ねをしたいと思います、えっと、そういういわゆるまさに平和主義を持っている我が国でありますして、先生の先ほどの陳述の中にもありましたが、まあ、あの今回のです、ねえー、集団的自衛権の容認に関しては我が党の立場、先ほど申し上げました、ここも大変あの賛否両論あるところだと思いますが、 同時に先生もお上げになった、いわゆる後方支援の話ですね、これあの、重要影響事態における後方支援という話はです、ね、これ、特に今まで特措でやってきたじゃないかと、こう政府は言うんですけれども、やってきてないことがあるわけです、弾薬の提供だとか、もうすでに発進準備中の航空機への燃料補給とかですね、これはもう先生、国際法上は武力行使ですよね。 一般にまず小林参考人はいあのイエスでございます。会長君ということになればですね、私はまあ先生第二項をお上げになって憲法違反だとこうおっしゃいましたが、私はあの第一項のあの紛争を解決するための手段としての武力行使は永久に放棄するとこれ一行ですね。私はここがものすごく あの重要だと実はずっと思ってきてましてなぜならばまあこれはある先輩から言われた言葉ですがすべての戦争は正義の名のもとにおいて戦われるんだとだからそれに対する反省で我が国は紛争を解決するまあ正義のための戦いというのを放棄したんだとこういうことを言われたことをずっと私は あの思っておりましてで、まさに今言った武力行使であるならば、まさに紛争を解決するための手段としてのお武力の行使になるわけで、ここはもう決定的な憲法違反だと私は思うんですが、先生のご見解をお願いしたいと思います。はい、小林参考人あの私も戦後教育を受けまままししたたたので先生と同じように習ってまいりましたただ長寿て いわゆる専門家になって、その言葉の読み方で、先ほど申し上げたように、国際紛争を解決する手段としての,あの戦争の放棄というのは、これは侵略戦争の放棄と読み替える、だから自衛についての武力紛争は留保するよと、これ、すべての国があのパリ不戦条約の後他国を信じきれなかったという事実がありまして、結局その後 自衛戦争を重ねて第二次大戦に突っ込んじゃったじゃないですか、でこの地球上で戦争のないときって今も含めてありませんよね、ですから、その終戦直後の理想主義的な条文の読み方に私はかけることはできません、そこは先生とは見解の相違であります小沢君、ありがとうございます。ただ、まあ、いずれにしてもあの現行法法制はあ、まあ、憲法違反であると こういうご判断はお持ちだということでよろしいですよね。はい。ありがとうございますえ。さらにあの憲法改正についてですねあのお尋ねをしたいと思います。あのこれは我が党はあの憲法改正をですね、えー、ずっと各種選挙で公約に掲げていってきております。で、まあ、我が党の特徴はご存知かもしれませんが、統治機構の改革。 やはり時代の変化に合わせて国の仕組みとか社会の仕組みを変えなきゃいけないんじゃないかと、これが出発点で、いわゆる戦後の憲法改正、あるいは語憲の議論が右とか左とか、あるいは保守とか革新とか、そういう話ではなくて、まさに目の前の話のシステム改革が必要なんだと、こういう思いで、我が党は憲法改正というのを一貫して主張してきています。 改正条項が難しいということで、96条改正も私は申し上げ、あなた我々は言ってるんですけれども、これは学者の先生方に言わせても、世界で最も厳しい改正規定ではないかと、こういう意見がありますが、この96条改正を訴えると、それは裏口入学だと、こういう話をお叱りを受けたりもするんですけれども、それに関しては、これはとにかく、 えー、もう少し国民の手にですね。憲法の議論をあの取り戻さなきゃいけないしで、改正はしなきゃいけないんで、ここのところを手をつけなくて、どうやってやるんだろうとこう思うんですが、特に小林先生、その辺あのご意見おっしゃってますんで、ご意見聞かせてください。小林参考人はい、これボタンの掛け違いが来ちゃったと思うんですね。あの、私も96条の改正考えていいと思ってます。だけど、そこから入るというのはあの。 戦いの仕方としてアンフェアであるという入り方をしてしまった、それを先ほど来、船田先生の方を見て、ずっと言ってますけれども、30年ぐらい自民党の会見論議に付き合ってきてですね、やっぱり、会見政党なんですから、自民党がもっとね、もっと国民に働きかけなきゃ、語りかけなきゃいけなかったと思うんです、それがないから、国民が会見という話題に対して、非常にこう反発的。 そこに問題がある私、手続きにはそこに問題があると思っているんです。会長小沢君ということは、先生も96条改正はあ、これはあっていいと。あの選択肢だと思います。ごめんなさい。小林参考人。ごめんなさいあ。選択肢だと思ってます。はい、会長、君長谷部先生、いかがですか。長谷部参考人、どうも失礼しました。あのーえーっと 96条、あの各議員三分の、総議員の3分の2の同意を得て発議するという、この、えー、っと条件はとても厳しいという議論はよくございます。よくございますが、ただ、あの一方で,です、ねあのまあ、例えば衆議院に関して申しますとあの、相当部分の国会議員の先生方、小選挙区制で選出されるということもやはり注目をする必要がございます。えー、と申しますのも、これ、あの すみません頭の体操のような算数で申し訳ないんですけど例えば今、81人しか国民がいないという、そういう小さな国があったとして、ですね全体が9つの選挙区に分かれている、9つの選挙区がそれぞれ1人ずつの国会議員、小選挙区制で選出をすると、ということになっているとすると、3分の2は9分の9人のうちの6人ですね。 で6人を選出しようと思うと、えーまああの国、それぞれ9人の有権者がいるわけですが五5人いればあの過半数が取れます、えー、ですので、9分の6、えー、つまり5かけ6で30人の有権者が一致すれば、協力をすれば、国会議員の3分の2が確保できる、つまり81人中の30人で3分の2は確保できる可能性が ありますしかもこれは投票率が100%の場合、いいです、えー、60%ぐらいになると、もっとあの、えー、少ない人数で、国会議員の3分の2の数を確保できるということになります。ですがこれはあの憲法の条文だけを見るのではなくて、えー、選挙制度も含めて全体を見ないと、果たして、えー、厳格なのか、厳格でないのか、なかなか簡単には結論が出ない問題ではないかというふうに考えております。 あの小沢君会長、あの時間ですから終わりますが、あのまあ、今、先生、あの小選挙区の話をおっしゃっていただきましたが、これ、両院でありますし、さらにはまた、あのこれまで、えーまあ、あ全くできていないと、こういう話はです、ね、ここから何とか抜け出さなきゃいけないんじゃないかと、こういうことをわ、まあ、が党は言ってるということを申し上げて終わりまますありがとうございました次に北川和夫君北川君。 公明党の北川和夫でございます、きょうはあの先生方、大変貴重なご意見ともありまして、ありがとうございました。えーまあ、先ほどからあの、安保法制に関するご議論が続いておりまして、えー、今日は私、別の質問しようと思っておったんですけれども <laughs>、あそこまで議論されましたので、まあ、少しちょっと私からもですね、 お聞ききをさせていいたただきたいと思うんですがねあのもう先生方にあのお話しするようなことではないのかもしれませんが、えー、憲法9条には自衛の措置の限界ということについては明確に書いておりません、えー、憲法9条の下で、まあ、この憲法9条そのものが極めて世界的にはです、ねあのまあ、特別な憲法条項になっているわけですが、 えー、その憲法9条の下で、どこまで自衛の措置が認められるのかっていう議論、これはですね、えーまあ、残念ながら、先っ方ご承知のとおりあの、最高裁判所ではです、ね、明確に述べていない中で、えー、これまで政府と、そして国会との間の論議の中で,です、ね、形成されてきたと、まあ、こういう歴史にあるわけです。で えー、この憲法9条の下でどこまで自衛の措置が許されるんだということについてですね、あの突き詰めて議論をさせていただいたつもりでおりますあの、昨年の7月1日の閣議決定に至るまで、相当突き詰めた議論をさせていただいたというふうに、あの私は思っておるんですが。 あのー、例えば、これを個別的自衛権というふうに表現するのか、集団的自衛権と表現するのか、まあ、そもそも個別的自衛権、集団的自衛権という言葉自体もです、ね、憲法規定には何にも書いてない、まだ日本の安保法制の中にも何にも書いてない、書いてあるのは国連憲章の,です、ね、の中に書いてある言葉なわけですね、国際法上の観念なわけです、あくまで。 そういう中でどこまで自衛の措置が許されるのかということを突き詰めて議論したときに従来の個別的な自衛権我が国に対する武力行為があった着手があったという場合はもちろんですけれどもあの必ずしもそこがです、ね、着手があったとは国際法上は言えないような場面においても憲法13条に 謳われています,です、ねえー、国民の権利が根底から覆、国民の権利がですね、生命自由、好物域の権利を最大限尊重するという憲法13条規定からもともと自衛の措置のです、ね、根拠になっているわけでございますけれども、そういう規定からすると、その限界がどこにあるかというのは、その個別的自衛権とか集団的自衛権という観念のです、ね、世界ではなくて、やはり13条から考えると、 国際法上、一部集団的自衛権が根拠となる場合もあるのではないかと、まあ、こんな議論があ,のあったわけですね。まあ、そういう中で、あの7月1日の閣議決定に至ったということでございます。あのーまあ、これについてもです、ね、おそらく先生方、いろんなご意見、ご批判があるかと思いますけれども、あのー、そういう中で、あの閣議決定があったということでございます。それを今回 法案に明文化したということでございまして、あの改めて先生方のちょっとご意見を賜ればと思います。三人の先生方からお願いいたします。それでは長谷部参考人。えっとどうもありがとうございます。あの先生ご指摘の通り憲法九条を見ただけでは自衛の限界というのははっきりとわからないわけです。えただあの文言を見た限りでは。 えー、たとえあの自衛が認められるとしても、極めて極めて限られているに違いないことは、それは大体わかります、でその上で、あの内閣法制局を中心として、紡ぎ上げてきた解釈があるわけでしてで、解釈というのは何のために存在するかというと、あの先生ご指摘のように、あの文言を見ただけで、条文を見ただけでわからない。 わからない場合に解釈を通じて意味を確定をしていくということになります。従来の政府の見解というのは、えー、我が国に対する直接の武力攻撃があった場合に、かつ他にそれに代替する手段がない、えー、必要性があるという場合に、必要、まあ、最小限度において、えーまあ、武力を行使する、それがあの自衛のための実力の行使だと,、えー、ということを言っていたわけでございまして。これは 誠ににああるはは明確であるという,ふうに私は考えますただあの、昨年7月1日の閣議決定において示されていた、まあ、限定的ながら集団的自衛権行使ができる場合があるのであるというそういう変更がなされているわけなんですけれどもその結果、一体どこまでの武力の行使が新たに許容されることになったのかこの意味内容が え少なくとも従来のいろいろな先生方のご議論を伺っている限りでは、はっきりしていない、えー、文言を見ただけではわからないから、それを意味を明確にするために解釈をしているはずなんですが、えー、解釈を変えたために意味はかえって不明確したのではないかと。 というふうふに私は考えておりますし、また先ほどの繰り返しになりますけれども、従来の政府の見解、ご指摘の憲法13条に言及された、その基本的な論理の枠内に収まっているかといえば、私は収まっていないと思います。他国への攻撃に対してあの武力を行使するというのは、これは自衛というよりはむしろ、他衛でございまして。 そこまでのことを憲法が認めているのかと、そういう議論を支えることは、私はなかなか難しいのではないかというふうに考えているということでございます小林参考人。えっと、長谷部先生と最近しばしば議論をさせていただいております重なっちゃうといけない、別の観点から申し上げましたね、あのホルムズ海峡で嫌いが敷設されたとき、 これはあの日本にとっては何かといえば、我が国の感染の無害航行券が害された、ですから、一面においては我が国に対する、あそこをすごく使ってますから、あのなんていう、邪魔、いじわる攻撃でもあるわけでありまして、ですから、それを我が国の自衛隊が、テクノロジーが発達した時代ですから、領土、領海を超えて、その接続する公のみはみんな自由に使えるわけです。 自由にに使えるはずのものもををれれからそれを排除しに行くと自衛隊というよりもこれは海上保安庁の仕事になりますけれども、海の警察、それから日本人の母子が朝鮮動乱でたまたま乗せてくれた米軍の船で逃げてきて、そこへどこかの国が攻撃をかけてきた場合、日本国は日本人を守るわけですから、乗り物の国籍移管にかかわらず、これは我が国の主権的行為としてできる。つまり何を言いたいいたかというとうどちらも あの個別的自衛権で説明がついちゃうんですよねたまたま、いきがかり上、アメリカの船を守ってあげる、生きがかり上、そ,のそこの戦争しているどちらかの国の嫌いを乗けるということによって、反撃に参加してしまうけれども、我々の主観においては間違いなく、個別的自衛権の行使なんです、これは国際法の世界ですから、それをこちらが言い切れば済むことでありまして、と私は思うんですけれどもね。笹田参考人 お、はい、二方の先生方がもう詳しく述べられましたのですが、くやいうはそうないのでございますが、あの昨年の閣議決定が出ましたときにあの、その文章をですねやっぱ学生処分とかやっぱ見て、われわ読んでいくと、これ、あまり一読してわからないところじゃなくて、読めば読むほどこどうなるんだろうという、そこがございました、でそれを今回、落とし込んでいく作業をされているわけでございまして、そうすると、やっぱ概念がやはり、 ほわからないだから今、国民の理解がどういう話が出てくるのか、やむを得ないところでございまして、やっぱりこう最初の8月の閣議の決定のところの文書から、理解することがあのすっきり来なかったということから始まっていると思いますけれども、もちろんそれが努力の結果であること、成果のことは私もそうわ分かった上で、しかしやっぱり、この解釈がどうしても使われざるを得ないのがこの業界でございますので、 <laughs> まあ、こういうおか、ね、われわの結論はやむを得ないと私は考えておりますとですね今のお話をお伺いしておりましてです、ね、例えば小林先生のお話でいうと、それは個別的自衛権で処理できるじゃないかというお話のように、あの私はお聞きをいたさせていただきました、でここがです、ね、おそらくちょっと見解の異なるところなんだろうというふうにの思っております。 あの個別的自衛権としてです、ね、確かに解釈できるような事態の場合も当然あると思います、ただ、そうではなくてです、ね、これはなかなかその第一撃が他国に対する武力攻撃が、例えばアメリカですね、米韓戦に対してあった、それがなおかつ日本の近海上で、えー、公海上で我が国防衛のためにです、ね、警戒監視をしている米韓戦に対する第一撃であったと。 いう場合に、本当に個別的自衛権としてです、ね、処理できるのかと、確かにあの私どもの感覚ではそれでできるじゃないかと言うかもしれませんが、あの国,際法の国際法の立場から言いますと、それはやはり、えー、公海上でそうした多国船に対してです、ね、第一撃があった場合にそれを排除していくというのは、それはやはり国連憲章上、違法性阻却自由とされてますね。 集団的自衛権の一部を根拠とする場合が出てくるのではないかと、まあ、こういう議論なんですね。あのだから国際法の先生方の考えと憲法の先生方の考えとかですね、ちょっと率直に申し上げますと、ちょっとですね事件が異なっているような場合も多々あるかというふうに私はあのあのお見受けしております。 で国際法上、きちんとそれが正当化させるためには、国連憲章で言っているところの集団的自衛権の一部が含まれるよというふうに言った方が、国際法上はより明らかになるということでございまして、あのそういう趣旨で、あのようなあの限極めて限定的な集団的自衛権の容認という形になったということでございます。ままたこれにつきましててはです、ね、改め,て改めてぜひ あと1点だけお話しさせていただいて終わりますが、この,あの先ほどの,あのですね、憲法保障の問題で、笹原先生のお話というのは非常に私、参考になりました、初めて聞かせていただいたお話も多々ございまして、非常に参考になるなと、ぜひ今後、参考にさせていただきたい。 やはりあの日本の最高裁判所はです、ね、81条で憲法的行政を審査する終身というふうに言ってるわけでございまして、そういう意味じゃ、少し今の最高裁はです、ね、機能が弱いと思います、ただそこにいろんな最高裁の持っているです、ね、課題、問題点等についてもご指摘ございましたので、ここはぜひ議論、さらに続けさせていただきたいと思いますが。 あのまあ、この安保法制の問題とともにです、ね、今、憲法問題で政治課題になっておりますのが、やはり1票の価値の問題なんですね、で特にあのこれ、単位の話なんで、大変恐縮なんですけど、あの参議院のです、ね、選挙制度、この選挙区の方についてはです、ね、1票の格差が4倍を超えてしまってるんですね、で2年前の参議院選挙についても、最高裁はです、ね、これ、違憲と。 ただし、まあ、無効とはしておらないわけでございますが、違憲というふうにです、ね、判断をされてらっしゃるわけでございます。今、参議院の方でまさしく、この一票の価値の是正に向けてご議論がなされているわけでございますが、私はやはりこの憲法のです、ね、43条1項の両議員は全国民を代表する選挙された議員で構成すると、組織すると、この43条の規定からはです、ね、やはりこの一票の価値というのは2倍以内にいっぱい あの今の参議院の選挙区の選挙制度においても、2倍以内をにしていかないと、やはり違憲となるのではないかと、先日最高裁でこれ、違憲と判断されておって、これ、今回でやはりあの2倍以内にきちんとしていかないと、私は選挙そのものが無効に今度はなってしまうのではないかというふうにですね。 あの心配をしておりまして、まあ、これほどあの立法上の不作為はないわけでございまして、あのこの件に関する先生方のご意見を、まあ、簡単で結構でございますので、お聞かせ願えればありがたいと思います。皆さん長谷部参考人 はいどうもあ,のありがとうございます、あの私もあの先生のご指摘のとおり、1票の格差は、極めて深刻な問題だと考えておりまして、あの最高裁の判例が、1、えー、票の格差は許されないというふうに言っている、根本は、えー、一人一人、まあ、有権者一人一人というのは、平等な価値、平等な尊厳を持っている存在であってあの、その観点からして投票価値は平等にしなくてはならない、えー、とそういう要求があるという話でございます。 でまあ、かつあの、これは2013年であったかと思いますが、一人別惑星に関しまして、もはや合理性を失われたとしたあの最高裁の判決がございますが、あのそ,の中その判決の中で、えー、指摘されているのは、今、先生ご指摘のとおり、えー、国会議員はいずれも全国民の代表なので、えー、いずれかの県をの利益を代表しているわけではないと。 えー、そういった観点からいたしますと、えー、どちらいずれかの、えー、一定の地域をの利益を代表するために格差を正当化することは、それは許されないのであると、えー、そういうあの考え方が示されておりますので、えー、やはりあの参議院につきましても、えー、必ずしもその都道府県と、えー、その枠にこだわる必要はないということになるであろうかと感じ考えております。参考人はい あの私は任政であって、参議院は地方代表院的な側面もあるということを考えますとあの、衆議院と参議院は原理が違うような気がします、つまり、その不均衡を是正するために、県の境を越えて合併するというのはあの、論外である、合併する県にとっては大変失礼な話であると思っております。それから いずれにしましてもアメリカは1960年代に最高裁判決で一気に片付いたんですけど、あれは判例報告の最高裁ですから、国会がやらないなら最高裁が判決という名で公職選挙法、別表を書いちゃうよということができる国家構造ですから、日本の最高裁にそのアメリカの戦略を見ながらイラ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 期待することに無理がある。これやはやりあの なかなか難しいですけれども、国会自身の立法裁量の領域であるということは改めて申し上げたいと思いまささか参考に、はいあの。もうお二方のご意見につけるところと、しかしそうではなくて、やはり、一つはやっぱりもう、都道府県のやり方がもう持たないというのが最高裁の発想にあるのではないかというところもあります、そうするともう、まあ、ある意味でブロック制のようなものも考えてあのいいのではないか。 ということもありますし、さらにその選挙無効が起こりうる可能性というのも確かにあるのかもしれません、ただ最高裁はそこまで踏み切れるのか、現在の見るところ、最高裁の判決を出して、国会がそれに応答するということをまあ期待しているわけですね、いつもあのシグナルを強く出しております、でもなかなかそのシグナルにまあ気づいていらっしゃらないのかもしれませんけれども、<laughs> なかなかこう反応されないので、まあ、そうしますと、今、小林先生おっしゃいましたアメリカのようなやり方、日本は多分もうできない。 わけですただその一方でどっ、やっぱ選挙無効っていうものが、あの何らかのテクニックを使えば、あるんじゃないかという意見は最近、少しずつ出始めてますので、まあ、これは学者でやることだろうと思いますけどそこをやっぱ考えていきたいということでございます、以上です、はい、ありがとうございました次に、大大平平義信君大平君日本共産党の大平義信です。 3人の先生の皆さんには大変貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございますあの議論も後半になりまして少しあの準備をしている質問が他の方とかぶるところもあるんですけれどもまあ博識な先生方ですのでぜひ多面的なご意見をいただければというふうに思います早速質問をさせていただきます戦後の日本は 侵略戦争と植民地支配のもとでアジアと日本国民に多大な犠牲をもたらしその反省の上に立って政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こさないこのことを世界に誓って再出発をしました戦争放棄戦力の不保持公選権の否認を憲法9条に明記をして 徹底した非軍事、平和主義を定めましたしかしその後、日本の再軍備を求めるアメリカの対日要求によって自衛隊が創設をされました歴代自民党政府は自衛のための必要最小限度の実力組織は憲法に違反しないと 弁明をしまして。活動する地理的範囲でも、また装備の面でも。次々と拡大をしていき。九十年代以降は、自衛隊を海外に。派兵するまでに至りました。あの、私たちはその都度。これは憲法違反だということを訴えまして。まあ、こうした企みは。断固許されないと訴え続けて。 ましたしかし、ともかくも戦後の日本政府の憲法第9条の解釈の根本は一貫して日本に対する武力攻撃がないもとでの武力の行使は許されない、まあ、つまり海外の武力行使は許されないというものでした、まあ、ところが昨年1月7月1日の閣議決定 そして、現在審議されている安保法制では、こうした従来の政府見解をも180度転換するような、そうした解釈会見が行われています。つまり、日本に対する武力攻撃がなくても、政府が審査要件に満たしていると判断をすれば、武力の行使を認めるものとなっています。 3人人のの参考人の皆さんにお伺いいをしたいと思うんです今日は立憲主義ということが一つのテーマでもありますから、まずその点でお伺いしますが、こうした重大な変更を一内閣の判断で行い、さらに立法作業まで強行したことは、私は立憲主義の破壊そのものであり、断じて許されるものではないと考えますが、こうしたやり方が立憲主義との関係で、 許されるのかどうかについて、3人の皆さんにお伺いしたいと思います。それでは長谷部参考人。えっとどうもありがとうございます。あの、えー、まあ内閣法制局を中心とする政府の憲法解釈を変更することは決して許されないのかと、えー、ということになります。私はあのそうではないというふうに考えます。 あの現に、えー、政府の憲法解釈は変更された例があございます、例えば靖国神社への公式参拝の可否の問題でありますとか、えー、自衛官と文民条項との関係があの、えーまあ、典型的な例というふうに、えー、として知られているところでございます。えー、ただ、あのー、これはの先ほどの、えー、おお私の私話と あの重なるところでございますけれども、あの昨年7月1日の、えーまあ、集団的自衛権も行使されることが、まあ、強要される場合がありうると,、えー、と、あの閣議決定によるあの政府の憲法改釈の変更は、えー、要するに閣議決定自体、あの閣議決定の文面自体が基本的な論理の枠内であることと、あの法的な安定性が保たれることを、えー 政府の憲法解釈、まあまあ、変更の、えー、許,容許容度を示すその要件としているんですけれども、あのいずれの点でも、あのえー、やはり、えー、大,大いに欠陥があると、基本的な、従来の政府の憲法解釈の基本的な論理の中に収まっていない、えー、個別的な自衛権のみが許されるという、その論理によって、なぜ、 集団的自衛権の行使が許されるのかその説明が十分,、まあ、十分とはとても言えないものであるというふうに考えますその変更の結果として、どこまでもじゃあ、武力の行使が許されることになったのか、その点も不明確でございまして、法的な安定性も保たれているとは言えないというふうに考えております。まあ、その点におきまして、立憲主義に対しても戻るところがあるというふうに私は考えております。 小林参考人閣議決定が得たら文句言われますけど、内閣は行政権を使っているわけですから、そのために法律と予算を国会で作ってもらって、仕事しようということで、政策目標として閣議決定することは日常的にやっていることや、その行為自体は僕は問題ないと思うんですね。一内閣の閣の議決定 でってよく起こりますけどもただ、その内容が今、橋本部先生おっしゃったとおり、憲法の条文にも、そして内閣自身が、日本国政府が積み上げてきたあの洗礼ともちょっと論理的に吹っ飛んでしまっている、これはもう、憲法を尊重して政治をしなさい、立憲主義の反す、そして今、それは国会に移っているわけですけれども、国会がそれを多数決で、 それを承認する法律を作ってしまったとしたら、それ自体が国会による憲法軽視。これも立憲主義に反するということになりつつあると、私は危惧しております。以上です。笹田参考人。はい、あの先生お二人方の、ご発言で大体尽くされているところございますけれども。違った角度から、あの話したいと思います。あの、やはり、そのワイマールドイツのこと。 と思うんですねそうしたときに、あのときはその憲法裁判権というものはほ,んのほとんどありませんでした。で結局、大統領も直接選挙で選ばれてますし、議会も選ばれてると、そしてまあ大統領緊急直令、緊急命令権をいっぱい出しまして、まあ、そうした中で、まだあの憲法の番人は大統領だという、マカール・シミットという人が今言い出しまして、それは一点強さを発揮するわけですね。で結局それは止められることなく まあドイツは、ワイマール崩壊していくということもありますけれども、日本においてはそういうことは僕はないだろうとは思っておりますけれども、やはりその私の今日の報告の枠内で申しますと、先ほどから時々申しま,して申しますように、どこかでやはりあのそれをあの少しクールに考える部門、場所が必要なのではないかなということを思っております以上でございます。 大平君ありがとうございました。今度の安保法制の内容について、改めて現行憲法の範囲内で許されるのかどうか、このことについて、次にお聞きしたいと思います。今度の法案では、非戦闘地域という概念を取り払い、自衛隊の活動範囲が拡大をし、 そこで戦闘行為と一体不可分である兵隊活動を行うこと、また、米軍等の部隊の武器逃亡後、こうした武器使用の権限が拡大すること、そして集団的自衛権行使による他国領域内での敵基地攻撃についても憲法上、憲法解釈上は 可能だという答弁もありました私はこのどれをとっても、明らかに先ほどもありましたが、憲法9条の1項、2項に反していると考えますが、先生方のこの法案の内容についてのご意見を伺いたいと思います長谷部参考人。えー、あのー 現在審議されておりますあのあの安保法制と言われるものは極めて多岐、広範に及ぶものでございますので、あの内容についてはあの一つ一つ、本当は議論しなくてはいけないことでございます。例えば私は、PKO 活動に参加する自衛隊の武器使用の範囲の拡大については必ずしも直ちに憲法に違反するというふうには言えないところはあるとは思いますが、ただ、先ほども申し上げたことですけれども、 と他国の軍隊の武力行使との一体化の問題に関しましては、これは従来の政府の見解というのは、よくこれは大盛り4要素と言われる、えーまあ、具体的に言うと、他国の軍隊の武力行使の内容、そして自衛隊の後方支援の活動の内容、両方の地域的な関係等を個別具体に総合的に考慮をしていく。 その結果としてあのあの、武力行使の一体化が起こっているかどうかを決めるという話になるんですが、ただこれは現場の指揮官がその都度その都度じゃあ判断できるかというと、それはそうはいかない、いかないものですから、あの一歩あの、えー、引いたところで、えー、余裕を持って明確な線を引くと,、えー、というのが、戦、え、闘、ー、地域と非戦闘地域を分けると,、えー、と、そういう工夫であったはず。 でありますでこの,あの非戦闘地域、戦闘地域の区別をなくしてしまうと,、えー、ということになりますと、本当に、えー、その場その場の、えー、指揮官の判断に、えー、あの結論が委ねられるということになりますので、まあ、その結果として、えー、武力行使の一体化が生ずると、えー、恐れが極めて高くなる、えー、そういうふうに私は恐れております。 えと長谷部先生は一体化の恐れが高くなると、極めて高くなるとおっしゃいましたもう一体化そのものだと思うんです、つまり後方支援な、なつまり平坦なしに戦闘ってできませんから、要するにアメリカのコンバット部隊が最前線でドンパチやっていて、後の機能は全部日本が引き受けることができる法案になっています。ということは、あ例えば悪いですけれども、長谷部先生が銀行強盗に行くとき、僕が車で送迎して、 強盗は彼で私は何もしてません、共犯は制覇にずる,ずるわけですから、一緒に強盗したことになるんですよね、そういう意味では、これ、露骨な戦争参加法案でありまして、もうその一時だけでもです、ね、私はもうついていけません、以上です笹田参考人。はい、もう今の後方支援と平坦のところで、やっぱり一番大きな疑問を感じているところでございまして、あのまあ、今、小林先生の クリアな説明で、私は十分そうだと思っております大平君あの内容の面で、少しもう少し踏み込んで、少し横道にそれるのかもしれないですけれども、今度の安保法制は、憲法9条にもそうなんですけれども、日米安保条約の取り決めからも逸脱をしているではないかという意見も伺いますが、皆さんのご意見はいかがでしょうか。 参考人ご案内のとおり、日米安保条約というのは、あのそれぞれ締、えー、約国が各国の憲法の規定と手続きに基づいて、それぞれの義務を果たすと,、えー、ということになっておりますのであの、その点からいたしましても、憲法に反することはそもそもできないはず。 でございます、えー、まあその点で、先ほどのえ私の答えと重なることになりますが、あのいくら日米安保条約に基づいているからといっても、えー、憲法に反することができるはずはないということになるだろうと思います小林参考人。私も言って点だっけ、日米安保条約というのは、これまでの私の理解では日本、アメリカと日本が一緒になって世界の警察をやるという話ではなかったと思うんですね。もっとあの 事故とか地域に制限があったはずなんですそれ,それをどうオペレーションするかの,あのガイドラインでありまして、本体が変わってないのに、ガイドラインで世界警察にあの広げてしまうというのは、これは全くのすじ違いだと思います、以上です田参考人、はい、あの私の報、えーえー、告の範囲とはだいぶずれてきましたけれども、まあ、それを強く引きつけて言いますと、 まあ、おそらくこういう議論はあの、司法の場でいきますと、統治行為の議論が、えーまあ、よく読まれ出てまいったところでございます。で、あの結局、先ほど私があのカナダの例をご説明しましたところでありますが、その統治行為、やはポリティカルクエスチョンズというような議論をどうするのかというのが、私のテーマでいいますと、非常に大、えー、重要でありまして、例えばドイツの憲法裁判所は、もう最初からそういうものはない。 われわれはそういうことにコミットする、憲法の番人であるということをもうたって作られているわけです。そしてカナダのさっきの政治崩壊者から最高裁も、そこは取らないと言っております、ただ、我が最高裁はかつてから統治行為の理論というのは、やはりここ最近、全く言われませんけれども、言ったこともございますので、私の議論に仮に引き継けてきますと、そこはそれで。 まあどういう場面で訴訟になるのかこれいささかこう理解に苦しむところでございますけれどもあのそこは議論の余地が出てくるかなと思っております以上です大平君ありがとうございました今日の質疑を通じてもやはり安保法制の問題点が浮き彫りになったと思いますまあ徹底審議の上早いに追い込まなければならないとい決意も申し上げて質問を終わりますありがとうございました次に園田博之君。ええ 自治代の党の園田ですが、まあ、一応、党の方針なんで、あの一つあ意見として申し上げたかったのは、あの我が党は自主憲法制定を党税としてるんですね、でそれは、まあ、現行憲法の作られた経緯があの認められないというあの主張なんですが、しかし、そうは言っても、まあ、 この憲法審査会では、現行憲法を前提に議論するということに多かったなっておりますので、そのことをまあここで議論する気は全くありませんし、また事実、この現行憲法がですね、えー、やはり国民主権で基本的人権が守られ、平和主義、民主主義というのが国民の間に根付いておりますので、 私はまあ現行憲法で足らざるところをどう議論して改めていくのかということにまあすべきだというふうには思っておりますで今日はあの立憲主義とかまあ改正の限界だとかこういうことが大体テーマになってたんですが聞いてると後半、もう9条と平和安保法制にも意見が集中されておりましてね まあ、特に私は、まあ、北川先生、あの委員お気の毒だと思ったのはあの、まあ、この議論の経緯をずっと眺めておりますと、自民党と公明党で議論をして、ですね、まあ、北川委員は特にあの憲法違反には絶対ならないように、そして、えーまあ、その軍事行動に、えー、日本の自衛隊が巻き込まれないようにという前提で、相当、 議論をして私は結果としてあのかなり制約されたあの法案が現在、国会に出されているんじゃなかろうかと思うんですね、そういう意味では私はその今の安保法制が憲法に抵触するのかどうかということを簡単に抵触す,、ね、する恐れがあるなんて言われると残念でならないわけでありまして。 現在の国際情勢、これからの国際情勢を考えますと、最低限のやっぱり行動を取るべきだという前提で今、議論されているわけでありまして、まあ、改めてこのことについては、ね、あの時間を取ってここでも議論してもらったらいいと思いますし、現在、あの特別委員会でも議論しておりますから、そこをよく聞いてです、ね、あの議論してあのお考えいただけたらいいんじゃないか,かと思います。そこであのこでで立憲主義ってこといはよく私わからないんですが まあその権力が憲法を超えるなんてことはあ,のありえないわけでありましてね、そのためにあの憲法があるんだろうと、したがって、すべてがあの憲法をもとにですねあの法律が作られたり、あるいはあの政治行動が行われるのは当たり前だと思っておりますが、そういう簡単な考え方ではあのいかないということを言っておられるのかどうかを、 まず長谷部先生にお聞きしたいと思うんですが。長谷部参考人。えっと、どうもありがとうございます。あの、まあ、大体の国には。あの、成文の憲法はないかもしれませんが、まあ、あの、そういう、そういう国はございますが。あの、ただ大部分の国にはやはり成文の憲法はございます。で、ただ、あの、成文の憲法は持っていても。え、ただ、えー、先ほど私は申し上げました。えー、世界観、えー、あるいは価値観は、あの、世の中多様なのであると。 それをそれぞれの人を個人として選び、自由にそれを自分の人生を生きていくと、というそういう考え方を取っている国と取っていない国があります、取っていない国もそれなりに憲法はございまして、その憲法に基づいて政治権力が行使されているわけでございますけれども、ただ、そういった国は、先ほど私が説明した意味での立憲主義の建前は取っていないということになるだろうと思います。 あの小林参考人、いかがでしょうか、はい、同じ質問で小林参考人、はい、あの先生は長いこと権力の側におられたから、すごく楽観的で、権力が憲法を超えることはない、ありえないとおっしゃいましたけど、あの去年のです、ね、7月1日の閣議決定の翌日の読売新聞であったと思いますけれどもあの、自民党のトップブレインと思われる東京大学の名誉教授が、 憲法とは権力者が使いこなすものであると言い切っているんですね。だからそういうことが公然と行われている現代において、憲法があ権力者によって踏み越えられることはいくらでもある、最初に申し上げたように、憲法というのは最高権力を抑えなきゃならないから、その上にいわば神棚に置かれちゃうから、形において最高であるから、 後ろだったが誰もいない。とても弱いものである。ということは。あの。権力の中に長くおられる先生には。あの、改めて申し上げたいと思います。以上です。園田君。あの、権力にあんまり長くいたことないんですけど。<laughs> <laughs> あの。同じく。じゃあ、笹田参考人も。あの。笹田参考人。考はい、どうもありがとうございます。あの、権力が憲法を踏み越えないかどうかという点については、やはり、あの。 まあ歴史上、そうであったということを前提に、各国はそれを作ってきている、特にアメリカ合衆国憲法がその先駆けとして、まあ、権力分離というものを非常にきれいな形で作って、それに意見、法令審査権を付与するものを作った、これはやはり、まあ、あのフェデラリストというののの中であのいろんな人書いてますけれども、やっぱ権力に対するそういう抑制はいるんだというのを、後々大統領になった人たちがやっぱり書いているということが、 やはり今でも私は重く受け止められるべきではないかと思っております、以上でございま澤田君、で次にあの改正の限界についてです、ね、あのお伺いしたいと思うんですが、まあ、私はあの理屈の上で限界はありませんが、あの現実的にはやっぱりあるんだろうと思うんですね、それはなぜかというと、さっき私が申し上げた現行憲法のですね、 主権は国民にあって、天皇は、天皇制はもちろんあの象徴であっても天皇制が敷かれていてです、ね、しかも基本的人権が守られ、平和で民主主義という、まあ、現行憲法の定流に流れるものを、犯してはいけないから限界があるとおっしゃっているのかどうか、あるいは違った意味であの限界のことをおっしゃっているのか、それぞれまた参考人にお伺いしたいというふうに思います。 長谷部参考人学説上はいろいろな議論があるのですが、ただこれはあの、えー、本日冒頭で小林先生もあのご指摘の点でございますが、あの第二次大戦あ、日本はこれを戦って敗れたわけですが、えー、まあ第1次大戦もそうですあれだけの大規模な戦争が長期にわたって行われると,、えー、という場合には、必ず政治体制と政治体制の根本的な対立が、 ありますそれは別の言い方をいたしますと、憲法の基本原理、異なる基本原理を、憲法の基本原理を持つ国々が相互に対峙をし、それが激烈な対立に至ると、その結果を経て、あれだけの大規模な、そして長期にわたる戦争が発生するということになります。でそうししたた大規模で長期ににわるる戦争はいいかかて終結するかといえば えー、負けた側が勝った側の、えー、憲法の基本原理を採用することによって、えー、これはそう,そういった大規模な戦争は終結をいたしますで。日本はまさにそうした選択をしたと,、えー、ということでございまして、えー、そうした選択をした憲法の基本原理はこれは変えられないと、えー、そこに、えー、改正の限界があるという、そういうことになるだろうと思います。小林参考人 あの世界に200くらいの国家がありますけれども、それを統計的に並べると、いろいろな憲法とか憲法原理があるんですけれども、私の立場は、歴史の流れの中で我々がたどり着いた、えー、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、これは選択すべき余地のない、たどり着いた最先端の価値である。だからこれは 価値的に触ってはいけないものであるという立場に立っております。以上です。笹田参考人。はい。あのちょっと違った角度から申しますと、あの。日本と同じくドイツも敗戦国でありますが。ドイツがその憲法制定過程で後の首相になるアデナウアーはですね。やはりあの個人の独裁にのみならず、議会多数派の独裁に対しても基本権侵害から。必要な保護を個人に与える。人間の尊厳。 これが議会から守れるべきだということを強く言って、まあ、結局これが基本的提示となって、いわゆるドイツの体験、もちろん敗戦国ですから、えー、そういうものからの影響力も受けますけれども、そこは経験であろうかと思いま佐園田君。えー、これはあの3人の先生方に最後の質問を申し上げたいと思うんですが、あの最初申し上げたいように、その 会見というのは9条だけじゃないわけですね、それで、まあ、いろんな意見がありますが、あの現行憲法の中に足、えー、らざるものがやっぱあるんじゃなかろうかと、えーまあ、いろんな意見が出ていますあの、環境の問題、環境に対する権利の問題だとか、あるいはあの統治機構をですねやっぱり憲法上、 あの改,める改めて新しい統一機構を作るその道、筋道を作ったらどうかであるとか、ですねそれからあの国にはやっぱり国民にとっても緊急事態というのが起きますから、そういう場合に現在の憲法や法律を超えたあの対応ができる、そういうことが健康に憲法に書き込めないかとかですね、いろいろ,あのいろ,いろな意見があるんですね。 でそういう点で、3人の参考人の方々に、あの現行の憲法でぜひ検討したらいいというものが、あの多分終わりになると思うんで、意見をお聞かせいただきたいと思います長谷部参考人えとあの。これは憲法そのものを触ることには実はならないんですが、私、先ほど笹田先生があのご提案になりました。 えー、最高裁に変えて、あの何、まあ、ですか、上告審、あの司法裁判所としての上告審、えー、というものを新たに設け、それと別に、えー、憲法問題を推しとして扱う、えー、そういった裁判所として最高裁の役割を限定すると、えー、というのこれはあの私はあの極めて、えー、しんあの重要な問題提起でありまして、えー、検討に値するというふうに考えております。であの私の 知っている限りにおきましては、ブラジルがこういう体制を取っておりまして、えー、司法裁判所のトップに、三審裁判所、要するに第三審裁判所と,、えー、という、えーまあ、上告を主に取り扱う裁判所を設け、それとは別に最高裁判所が、えー、憲法問題を取り扱う裁判所として存在をしておりまして、まあ、あの外国にはそういった例があるということでございます。小林参考人 あの新しい人権とか、それから首相公選制とか、地方文献の明確化とかですね、いろいろなんていうか、家の戦いみたいに考えてきたんですけれども、今、やはりここに至って私が考えますことは、やっぱり9条が一番大変で、この9条の文言がたくさんの解釈を生んで、争いを生んでますが、やはり この憲法で改正すべき点は9条だけだとも今、思っております、あとはです、ね、全部運用の問題で、その新しい人権の全,全部13条あるわけですから、使いこなしていけば済むことで、地方文献も、任意制の活性化も、とにかくこれまで大変な大,大混乱を今、起こしている9条の改正こそが、あの先生とま,また真、ま、反対になっちゃいましたけれども、こそが、あの 急務であろうと思っておりますす田参考人、はい、あのどううもありがとうございますまずその現行憲法と実定法で作られている今の法状況で、それを精査して、本当にこれ、どうしようもないのかというところで、一つ考えていくと、まあ、私の今回のテーマでございます、意見審査の在り方でいくと、まあ、私が先ほどから言っているような、 いくつかのことはまだ、いずれにしろ現行法の枠内で、えー、これはあの作り方次第でございますけれども、可能なのではないかと、で憲法裁判所というのも魅力的な一つの、えー、提案でございますけれどもあの、ドイツが大成功を収めたのは確かでございますが、それに至るのもやっぱり相当努力があったのは当たり前の話で、やっぱり作っちゃうと、現行の最高裁との確執、これ、韓国ですでに起きておりますが、 これがなかなか厄介な問題で、えー、現行の最高裁の方にプロがいっぱいいますので、憲法裁判所が果たしてどうなのか、例えばベルギーの憲法裁判所とかの,とかのいろいろ話を聞いていますと、このセータの担当者たちは、さほどあの大変な評価をしているかといわれると、なんかそうでもないようなあのインタビューでは受けましたので、やはり歴史と伝統というのは、やはりあの大事なことだなと思っております。以上でごござざいいまます、はい、ありがとうございました もう結構ですありがとうございましたこれにて参考人に対する質疑は終了いたしましたこの際一言ご挨拶を申し上げます参考人確認におかれましては貴重なご意見を述べいただきありがとうございました憲法審査会を代表して心から御礼を申し上げます 次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて参加いたします。